日レイプレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。こんばんは、オードリーの若林です。土曜の夜、かすみよろしくお願いします。一つよしなり。いやー、ストーンズ、ジュリちゃんが来てくれてさ、ほら、春日さんがスペシャルウィークでやってたじゃない、はいはいはい、やってましたよ。そうそうそう、若林さんの誕生日プレゼント相談受けてで、結局先週は何にするのかっていうところをね、考えておきますっていうふうに終わったから、私は結局何だったのかわからんちゅうね。いやー、いただいちゃってさ、なんか返すがさ、なんだっけ、あのトイレットペーパー、高級な、高級、いや、なんか、メールかなんかで来たんだよね。はいはいはい、で、高級なトイレットペーパーいいぞーなんつって、私も結婚祝いのお返しで、はい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 、いろんなことに配らせてもらったからね、はいはいはい、あ、俺いいんじゃないなんつって、っ、ね、だから一つの案として、そうそうそう、でそれいただいちゃってさ、はいはいはい、で俺だから結構もともと GO を持ってるからさ、そうね、だから結構嬉しかったね、やっぱりね、柔らかい髪質で、いやそうよ、結構いいやつだから、すごいよね。しかもなんかすごい数が多くて、その、はいはいはい、トイレットペーパーの数が、うんうん、ほら春日んちは2つしか入ってない。いや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 、数多く送ったわ私も、何個か入りで。いやそうよ、2つっつったらその何千円ぐらいよ。ああそうかそうか、さすがにそれは失礼じゃない。ああ入れてたのね、カズ。一番ね、まあ、いいやつ頼んでね、はいはいはい、数も多いやつで、それであとドローンもいただいちゃって、あ、両方、そうそうそう、そう、あ、2つにしたの。ドローンはさ、だから楽しみだよね、本当に。いやまあそうだね、ドローンもだから休みの日にさ、うん、ちょっと楽しくなってくるよね、何かこうね、うん、起きそうな、うんうん、感じがするじゃないドローンで、それもいいよなんて勧めたのよ、うん、それにしたのね。でなんかやっぱそれで、北斗ちゃんの方が、うん、リトルトゥースだから、はいはい、逆になんか距離が近くない方がいいんじゃないかってことで、うん、ジュリちゃんが来たみたいなのよ。ああなるへそ、なるへそ、そう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 、はい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 、ただ俺これいつもこの番組ってほら5分前とかにさ、うん、絡んでやってたじゃない、うん、高橋くんと大倉くんの時もさ、まあそうだね、そうそうそう、うんうん、だからそういう感じで、うん、5分前に、うんうん、ストーンズ来てくれて、はいはいはい、いただけんのかななんて思ってたのよ、はいはいはい、さ、まさか12時に来るとは思わなかったね。うん、だからやっぱこの日付変わって、うん、若林さんの日になった瞬間にってことでしょ。そうそうそう、その時にやっぱりあげたかったのよ。いやだからその、うん、LINE で一人だけ来ちゃってたから、ジュリちゃんの前に、はい、俺はだからストーンズで42歳幕開けの方が良かったけど、一、うん、人やっぱストーンズより早かった LINE があったね。えそれ何、芸人誰、誰その、うんうん、演者ってこと、一般の方じゃなくて、タメなんだけどタメな、あいつ早いんだよね。うん、ラブレのタメでしょ。ラブレターズのタメなんだけど。私の時もそうだ。タメが大体一番早いんだ、ちゃんとしてんだな、あいつ。瞬間に送ってくるなんて。いろんな人の誕生日にやってそうで、ね、やってんじゃない。いやだから本当の令和のもうね、林家ペーってことです、だから。芸能人の誕生日知ってて、林家ペーさん令和にもいるけどね。そっか。いやー嬉しかったな、でも、じゃあもう今後ね、うん、いろんな何かそのトイレットペーパーやら、ドローンいただいたドローンやらの、あ、ほら、あ、終わってね、うん、お二人が、うん、うん、喜んでるみたいよ。ありがとうね、ジュリオちゃん、ね、うん、よかったね、うん、まあ、春日のおかげがほとんどかな、じゃあな。アドバイスしたからね。いや俺でも最近ほらあんまりドッキリ的なことないから本当にびっくりしちゃってさ、うん、なんか聞こえたもん、こっちまで、こっちの部屋まで、わーみたいな、何みたいな。でも結構ジュリちゃんが入ってくる直前までスタッフとなんかどぎつい業界の話してたから、うんうん、それがちょっとヒヤヒヤ、拾ってない、拾ってないか、聞こえてない、大丈夫だったみたいだからね。あ、北斗ちゃんあんまり距離近づいちゃいけないみたいだからね、俺たちと。ブース入れないみたい。そんなこともないだよ。かわいそうに。うん、いやありがとうね、本当に。いやいや、どうもどうもどうも。申し訳ない、うん。よかった、大成功でね。だからスペシャルウィークから流れがあったから。うんうん、そうね、うん。まあ俺たちほら、
まあ、歴代の一個前の番組とはかなり深い中でやってきてるけどさ、数々の番組とか。まあ、うん、まあ、かなり深いかどうかはちょっとあれだけどね。たまにね。うん、いや、やらしてもらったことあるけどね。ストーンズさんともね、っていうことでありがたい、本当に、ね。よかったが先週から引き続きというかね。流れてきてね。そうですね。本当だよね。あれだね。だから、なんだろうな、なんか、だんだんそういう空気があるのか、うん、でもさ一般の会社とかで、うん、42歳の人って、うん、このなんか誕生日とか一般の会社ってやってないよね。どうなんだろうね。やったりする会社にあんのかな、社員の誕生日とか。いやあるんじゃない。あー IT 企業はやってるよ。IT 企業やってそうだ、うん、私服で出社するような会社はやってるよ絶対。仲いいもんみんな。あ、そうなの？仲良しだってみんな。あだ名で呼び合ってるような会社はさ。あのなんかあるよね、うん、コードネーム的なやつで呼び合ってる会社とかね。今のさ、そういうポップな会社やってるじゃん。なんか、なんか結構トゲない、うん、なんか。トゲなんかないよ、別に。でまさかその最先端の IT の私服で出社してデスクがありませんみたいな。で、なんかいろんな世界各地の国名にしている会議室みたいな会社に対して引っかかりあるんじゃない、うん、いいね、うん、ないわ別に。なんかあったよね今。ないよ別に。誰でも飲めるなんかね。今なんかネクタイしてさ、うん、年次ごとに昇進していく会社が好きなんじゃないの、うん、お前もしかして。そんなことだね。今の最先端のっていうね。あ、そういうことね。そうよ、そうよ。フリーで食べられる食べ物があったりとかさ。はいはいはい、はい、誰でも飲めるなんか水がたくさん入った冷蔵庫みたいなあったりとかさ。なんかちょっと溶けない。いや、ないない、全然ないよ。刺してないよね。刺してないよ。いいな、羨ましいな、というね。ああ、そういうことね。うん、そう、そういうとこはやってるでしょ。会社の社屋にバーが入ってるような感じ。いや、笑っちゃってんじゃない笑っちゃってんじゃないいや、羨ましいなっていうね。あの、会社の中に、うん、スケボーのランプがあるようで。いや、笑っちゃってんじゃん。卓球台とかね。卓球台とか。うん、笑ってない笑ってないよ。あ、大丈夫。そういうところは、だから、やってるんだろうなっていうね。ああ、そういうことだね。そうやってみんな仲いいから。はい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 。うん、いやー、だから、うん、ちょっと、この間も NFL クラブがあって、はいはい、でなんかね、年々、こんなこと言ってあるけど、自分の誕生日を忘れてるよね。ああ、うん。うん、年々。忘れてる、うん、忘れてる、忘れてる。で、仕事してて忘れててさ。そうだね。そんな重要に思って今日が私の誕生日だって思わないわ、朝起きた時ね。そうだよね。うん、そういえばそうだなぐらいの感じやっぱ自分だと。まあね。で、なんか毎年何かが起こるんだよね。あの、NFL クラブのハッピーバースデーの、あの時。まあそうだね。NFL クラブが何かこう、自主的にやろうとした時は何か起きるよ。なんかさ、うん、ロケ NFL クラブってスポーツ番組で、うん、スポーツ局、スポーツチームが作ってる番組だから、はいはい、本当にスタッフ全員おじさんなのよ。うん、俺たちより一世代上のおじさんなんだよね。うん、全員で、何かしらのスポーツをやってた人だから、うん、もう全員こう胸板が熱いおじさん。うん、ラグビーやアメフトやサッカーやら、バスケやらのおじさんたちが、なんかこう、構える中、うん、子供が歌ってる、ハッピーバースデートゥーユーっていうのが流れて、うん、で、なんか、おじさん同士だからね、なんか誰もなんか、テンションが上がってないっていうか。上がってない。うん。やだなね。まあまあ、毎年のことというかね。で、俺、テキサンズグッズなんだけど、うん、いつもいただけるのがね。うん、で、嬉しいの、それは、うん。やっぱり、テキサンズファンだから。うん、で、プレゼントの袋にね、うん、一緒に持ってきて、だからバタバタしてたんですよね。はいはい。袋にね、ケーキの生クリームがべったりついてたんだよね。なんでだよ。焦ることはないじゃん、別に。生ね、放送中に出さなきゃいけないとか、そのね、時間の制限だから、うん、焦ることは焦るんだよね。焦ってんだよ。だから、もう別に、サプライズがうまくいこうがいかなかろうが、いいのよ、うん。もうこっちは、うん。誕生日おめでとうございます。だからサプライズじゃなくていいんだけどね。ああ、もうね。もう、やっぱ驚かしたいみたいなのがあるんじゃない？ NFL クラブ的には。驚かして喜んでもらいたいみたいなさ。
あるのよ、ケーキね、出てきたよね、ケーキ。あ、だから、あれ困るんだよな。だから、何度か経験してるから、いや、今日はちょっとストーンズが12時に来るっていうの思わなかった。うんうん、ちょっとマジでびっくりしたけど。うん、はいはいはい。だから、例えば、それが12時50分エンドロール、エンディングのところだったら、うん、まあ、そうだん、あ、そんなびっくりしなかったかもしれないけど。うんうん、それで、言うと、テレビのサプライズだと、うん、だから、俺だろうなって思うじゃない、やっぱり。はい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 。それはそう、ね。ハッピーバースデーが流れてるこの時期。誕生日の日なんだから、ね。だから、驚くこともできないし、うん、俺っすかみたいな嘘になっちゃうじゃない。まあそうだね。わざとらしいよね。うん、だから申し訳ないけど、あ、俺だ、絶対俺だ、俺もうすぐ誕生日だもんっていうことにしてるという。うん、はいはいはい。なんかそれも申し訳ないっていうゾーンに入ってるっていうか。あるんだよね。難しいよね。だから3日、4日後かのヒルナンデスとかの終わりどうしようかなと思って、うん。ああ、絶対ある。ヒルナンデスやってくれるもんね、花束と一緒にね。やってくれるから。南原さんが紹介してくれるのかな。うん、9月20日は、若林君の誕生日でした。そうそうそう。そうわー、パチ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 。花束、うん。一言言うっけ、あれ。一言言う。ああ、なるほどね。私も毎年同じだな。これからも、ヒルナンデスの顔として。ああ、なんか言ってたね。印象ないけどね、あんまり。あ、そう？俺は、もう全部の番組一緒。うん、死ぬ気で働きますっていう。ああ。一緒でいいのよ。ちょっと古い価値観出すんで。うん、死ぬ気で働きますって言ったら結構みんな納得してくれるから。うん、嘘つけみたいなね。うん。しながら。そうそう。もうやってくれるよね。あれ、うん、そうか。キングオブコント。いよいよ来週。うん、ギースがね。あとニューヨーク。そうね。俺たちは関係が深いとこで。言わしてもらうとね、うん。ニューヨークが行ったもんね。ねえ、うん。すごいよな。楽しみだな。あれ、カスがも出るんだ。え、ここに載ってるの、ね、出ないじゃん。これ写真カスがでしょ。どれよ。どれ。え、それ空気階段のなんだっけ、モグラちゃん。モグラちゃんか。塊じゃん。モグラちゃんでしょうよ。モグラちゃんよ。私じゃないよ。ああ、そっか。似てたかな。モグラちゃんほどクズじゃないからね。で、ヒゲがでも似てたから。うん、いや、ヒゲがね。うん。いや、ね、私じゃないから。違う。違うの、ね、うん。出ないですよ。あ、出ない、うん。そうか。いや、ちょっと楽しみだよね、キングオブコントも。いや、そうね。おたけちゃんも出るからね、やっぱね。楽しみだよ。はいはいはい、うん。好きだからさ、おたけちゃん。すごいメンバーだね、本当に。はい。これも楽しみですね。そうね、もう来週、だから今頃にはもう決まってるってことでしょ。はい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 。うん。ということだよな。へい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 。なんか、この間、クリーピーのラジオ聞いてて思った。あ、そういえば全然大した話じゃないんだけど、うん、クリーピーのスペシャルウィークにゲストで出させてもらったじゃない。はいはい。で、うちの母ちゃんが聞いてたらしいんだけど、面白かったよっていう LINE が来たんだけど、うちの母ちゃんどうやらクリーピーナッツのことを、クリピーナッツだと思ってる。漢字のクリとピーナッツカタカナで来て、クリピーナッツのラジオ面白かったわよって来たから、うちの姉ちゃんの方から間違ってること言ってもらったんだけど。うん、でもそうか、うん、変換しちゃうのかな、うん、クリーピーってあっても聞こえてるはずだろうけど、うん、なあ、クリーピーって。クリ、はいはい、クリの方がやっぱこうパンってくるんじゃない？クリピーナッツだとなんか。クリピーナッツの方が、納得いくんじゃない、うん、触れてきたものだし、ね。いや、そうだね。クリーピーよりはクリの方が、うちの母ちゃんそれやっぱクリ好きだわ。そっちにだから変換しちゃったんだった。すごいよな、クリピーナッツであんだけヒップホップで売れたら、ストロングスタイルだよな。
いや、そうだね。ちゃんと実力があるってことね。コンビ名。そうだよね。名前じゃないってことだもんね。確かにね。クリピーナッツね、そうなるんだな。そう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 。なんか松永が言ってたんだけど、うん、やっぱこう、ずーっと聞いてると、やっぱオープニングのモチベーションで、違いがやっぱあって、春日さんが本当やる気なかった時あって、切れてんじゃないかっていう時期あったっつって。ああ。言ってたじゃない。はい、前も言ってたね。それ春日自覚あんの？そういう時期。やる気があんまない時期あったなとか今振り返ると。いやー。やる気がないはない。だから日によったらもしかしたら朝からなんかね。うんうんうん、地方のロケ行って。うんうんうん。っていう時はまああったかもしれないけど。うんうん、時期って言ってたわけでしょ、うんうん、1回2回じゃないわけじゃん。そうそうそう。ある程度ずっと。時期であるってやっぱり。ああ、それはわからんね、自分じゃね。あ、そう。うん。でもまあ、DJ 松永が言ってんだからそうなんだろうね。本当に長いからな、リスナーとして。そうね、そんな時期あったわけねえだろうってやっぱ言えないよね。そうなんだろうなって納得はしちゃうけど、自覚はない。あ、そう。やっぱわかんないよ、続けて聞いてたらね。うん、そうだよね。そうだよね。いや、それはないけど、ね。やっぱなんかちょっと変化がなくて、仕事にちょっとこう刺激がない時期あったんだろうな。なんか、ルーティーンになってた時期が。はい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 、はい。だから、それでちょうどクリピーナッツのラジオでも話してたのよ。春日が、春日事件の前は、はいはい、社長に長財布とかもらってた時期は、あと、モンクレのダウンとかもらってた時期。いつも言うな。なんでいつもそのと、いいんだよ。やっぱさ、今こうやってお子さんが生まれ、はい、はい。ってなると、やっぱその頃の話はもういいじゃないっていう気持ちある、やっぱり。いや、そうだね。あんまりね、だからお騒がせもしたからね。ご迷惑かけたから、もういいじゃんっていうテンションじゃないよ。そんなこと言えないじゃん。あのことはいいじゃんって言って、ね。うん。どんだけ。でもだから逆に怖かったよ。うん、あれがなかって、今結婚してたら、うん、まだなんか、なんだろう、人間が傲慢になっちゃってる時のさ、はい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 、あれで結婚生活送ってるからさ、うん、未だになんか弱い、うん、遊びとかしてたんじゃないの？いや、可能性はあるよね。問題起こしてたよね、違う種類の。うん、だから、モンクレーとかもらってたからさ、何回言うんだよ社長に、六本木のヒルズ族の社長に、モンクレーもらってたから。うん、テカテカのね。うん。テカテカの光った皮のさ。本当に楽屋入って酒臭っていう時あったもん。あ、そう。で、俺やっぱ言えなかった、なんか切れてるから、カスラが。じゃないけど本番前さ、トイレ行ってみんな待たすとかの時期さ、ほんと最近本番前のトイレ減ったよな、そういえば。まあ、そうだね。やっと分かった、末端の下請けなんだってことが。そうだね、お仕事いただいてるっていうね。そうそうそう。それはやっぱ分かったんだろうね。いや、だからそう、それはでもたまに思うよね。あ、思う。あのままだったら。あのままだったらもっと大変だったかもな、みたいな。だから、どっかで最初のうちはね、はいはいはい、その我慢というかさ、はいはいはい、その飲みに行かないにしよう、とか思って、そんなの、でも、ね、限界があるじゃない。で、爆発とかしたんだろうなっていうね。だからさ、結局さ、多分変化とか刺激ってさ、人間がさ、頭がこう、リフレッシュされるじゃない、はいはいはい、だからまあ結婚もあると思うけど、お子さんが生まれたっていうことで、うん、でマジでムカつくもんね。子供が生まれた途端さ、なんか、やっぱ漫才やってないと、なんか舐められ、他の人に舐められちゃう気がするから、漫才もう一回やりたいみたいなことをこの間が言い始めたじゃない。そうだね。うん。やっぱネタやってなんぼだから。もう絶対やんねえからな、漫才。やっぱ舞台立たないと。で、ほんとさ、水口ちゃんがさ、バックヤード撮ってくれてた武道館ライブの。はいはい。あん時ちょっと、なんか、ピリピリして、なんか怖かったよね。なんなんだろうな。それはだからあれなんじゃない、その武道館っていう、まあ、緊張というかね。いや、なんか、里光なんかダメ出しさせない、なんか、強かったよね。なんか、勢いっていうか言葉とかの。あ、そう。うん。お前がだから奥さんがさ、来たじゃない、バレーボールの武道館。はいはいはい。あれの後なんかうろちょろしてて怖かったよ、バックヤードだった。やってくれたな、みたいな。それはだから騙されたドッキリ大成功で、おーいっていうのと一緒のテンションではあったけどね。実際俺だからバーヒデが歌ってる時楽屋まで謝りに行ったら、来てないわ。菓子折り持って。来てないわ。おはぎ持ってお前の楽屋。どこでおはぎ用意するんだよ。武道館しか売ってるとこないだろうよ。なんで急遽おはぎが用意できるんだよ。
短時間やっぱだからその環境が変わる、うん、だからさ、あのさ、うんうん、レジェンドの芸人さんとかでもさ、急に金髪にしたりするじゃない？はいはいはい。あれなんかこう刺激なんだろうな、なんかテンポ変えるっていうか。なるへそ。あと引っ越しとか。ああ、うん、うん。うん。あった方がいいんだよな、なんかあの、マンネリしてるなと思ったら側からでも。そうだね。変えるとリフレッシュ。だから、一見ね、必要。車変えるとか。そうだね。必要ないのかもしれないと思う。で、だからそれで俺ヒゲって言ったんだけど、なんか、今、つけヒゲしてるんですけどね、春日が。俺が先週言ったんだっけ、うん、先週言ったんだよ。つけヒゲじゃないのよ。マジックで書いてほしいのよ。いや、それはさ、うん、でも、つけヒゲテンションだったよ、先週。つけヒゲねえ、ヒロシそうだよ。つけヒゲテンションだったよな。つけヒゲって言ってたか、俺。うん、まあ、はっきりとは言ってないけど、うん、なんか、髭をつけて、みたいなことは言ってたと思う。書いてた。なんか、つけ髭って、なんか、まあ、じゃあ、こうやって、面と向かってつけ髭つけてきた時の、春日を見るとよ、うん。あれだよね、なんか、この放送が終わった後、つけ髭を取って帰るわけでしょ、うん。当たり前じゃない、そんな。それが、なんか、うん、なんか、傲慢だよ、ね。何が傲慢なの女も終わったらその、ピンクの別に衣装を脱いで帰るのと一緒じゃない、衣装のもの変わんないでしょ、だって。で、結局、若林さんそうです。刺激なわけよ。で、やっぱマジックで帰った場合、うん、なんかそれでタクシーで家まで帰るっていうことになるわけじゃない。うん、マジックの髭のまま、うん。まあ、すぐには落ちないね。それはやったわ、今週から。何のためにそれ別に誰も見てない。刺激だよ、刺激。誰が見てるなんて関係ないから、誰かが見てたら逆に冷めるから、こっちは。いや、で、お笑いになっちゃうから、それは。まあ、そうだね。なんかやってんだなって、仕掛けてきてんなって思われて、うん、なんかおかしな話だよね。うん、別にカメラ。つけひげだったら、撮ってお疲れしたが、なんか俺は、それは、傲慢だと、うん。何が傲慢なの傲慢って意味がわかんない。そういうもんだろうよ。だって漫才終わってスーツのまま帰んないでしょ、うん、帰んない。それと同じよ。つけひげ置いて帰る、うん。同じじゃない。本番終わったら帰るのと。書いてくれる方がいいわ。じゃなかったら撮って、それ。いや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 。せっかくヒロシがね、うん、探し回ってくれたらしいのよ。なんか俺つけひげが、うん、もうほんと若手の時からコントやる人見てて一番嫌いなのは、うん、つけひげのテープが弱くて、うん、ちょっと取れながらコントやってるやつ、まあね、大嫌いだったのよ。じゃあつけんなよ、かっかうん、あ、つけひげ取れそうって思いながら見るお笑い大っ嫌い。まあね、気が散るからね。で、気が散るもん、実際。うん、確かにね。じゃあ、つけひげは取ってくれ。それはもう使わないから、二度と。いや、せっかくさ、うん、夏目漱石パターンがいいか、野口英世パターンがいいかってだいぶ悩んでらしいんだよ。誰が？ヒロシが。だから、うん、一回ヒロシ相談してほしかったわ、俺に。俺はマジック希望だから。若林さんに言ったつけひげは、どのタイプのつけひげなんだろう、つって。うんうんうん、武田信玄ではないな、つって。ただなんかテープが剥がれかけてる笑いが一瞬で俺に。今もちょっと、ね。シアター D で。ひげが半分取るって、うん、唇にかかりながらコントやってるコンビ、全員売れなかったわ。そうだな。つけひげが取れそうなコンビ。うん。じゃあ、スケヒゲも剥がすよ。ごめんだけど、それはヒロシに返して。ヒロシありがとうな、せっかくな。うん、街を走り回ってさ。ヒロシがすることにしてください、本番中に。それこそだって、やっぱりした方がいいと思うから、刺激が。ヒロシは別にいいじゃん。うん。うん。まあでも、うん。スケヒゲは一回、じゃあこれ、両面テープ変えて。うん。これつけて、そのパソコンの前に座ってもらって。両面テープが弱いんだろうな、だからその。まあ、そうね。うん。まあ、喋ってるっていうのもあるしね。はいはい、これ動くから、うん。うん。だんだん取れてきちゃうっていうのも、まあ、ありますよ。気をつけてください、それは、うん。じゃあ、これは。つけないで大丈夫ですから、うん、それは。そうね。うん。うん。じゃあ、もう書いてもらって。あ、そうね。うん。だからそれは、まあ、俺が書くとなんかちょっとこう、パワハラになっちゃうから、やっぱ自分で書いてほしいけどね。自分で書けないんだってやめましょう。いや、そっちが望むんだから、うん、そっちは書けば。別にいいよ、パワハラだよ、こっちが。書いていいよって言ってんだからさ。うん、別に書けばいいじゃん。やめてくれっつって書くの。いや、今時代じゃないよ。いや、やめてくれで書くのはね、うん、問題になるかもわからんけど、うん。うん。でもやめてくれって言ってもやめてくれって本当は思ってないからね。うん。それは言わなくてもいいじゃん。ね、みんなわかってるじゃん。わかりやすく、書いていいですよって、うん、うん、言うから、書けばいいじゃない、うん。で、来週から。え？来週から書いてきて、自分で。
いや、なんでだよ。今週そんな、2週も引っ張ることじゃないでしょうよ。先週から言ってて。今、ソーシャルがあるから書けないし、うん、だからそれはお願いします、ね。わかった、じゃあ来週ね。うん。うん、来週、来週。それか、ちゃんと生やすかどっちか。無理よ、1週間じゃ。一週間じゃ無理だし、はいはい、あのレベルのね。まあな。じゃあもう書くわ。確かに確かに。うん、書いてくるわ、書いてきてる、ね。一週だから一回やってみよう、ね、それでね。一回やってみましょう。うん。刺激でね。刺激を入れていきましょうよ、うんうん、それはね。うん。それがヒゲ書くことかどうかわからんけども。まあ他もあるけどね。一応、今の中で一番いいのはヒゲを書くことかなとはちょっと思ってるし、実際、生やしてもいいと思ってる。ヒゲを？うん。あのヒゲでしょ？俺、な、これ外したことないから。俺がこういう予感した時に。で、絶対最初はみんなに批判されてる。うん、筋トレだって、この番組で言ったんだから、はいはいはい、マッチョになった方がいいって、うんうんうん。確かにね。で、お前も最初嫌がってた。つって、うんうんうん。俺が反対したのは東大受験だけだから。あれは絶対やめた方がいいと思ったから、ほんとに。まあそうだね。何を言ってんだよ、と思って。うん。ね、受かんなかったしな。うん、うん。そうか、ヒゲね。ワイドショーのコメンテーターとしての説得力が増すなんつって言ってんだよ。東大受かったら。そうね、学歴が欲しいっつってね。うん、この年で。ヒゲね、うん。まあまあ、とりあえず書くところから始めてみましょうよ、この番組でね。そうだね。俺絶対生やした方がいいと思う。うん、で、仕事は減るよ。いや、やだよ。減るけど、やだよ、面白さは増す。いや、減った、まあ、減る量だよね、うん。仕事とか減るよ、本当に。いや、それはやだよ。ヒゲ生やしたら。なんかない仕事も減らずに、うん、なんかこう。いやいや、だって減る、だから、その減るぐらいのことをやって出ないとダメな人なんだから、ストレートに仕事が増えるなんて甘いよ。そんな道はないよ。いや、そんな、そうなの？一回減って増えるってことを言ってんじゃん、俺は。ああ、なるほど、うん。そういうことね。うん。うん。やっぱリスクはちょっとあるわけだ。リスクあるよ、ヒゲ生やすは。まあ、リターンは。CM とか極端に来なくなる。いや、そうだろうな。ヒゲ生やしたらやっぱり見た目のいいイメージが非常に変わるもんな。変わる変わる変わる。うん、そうだね、確かに。うん、うん。まあ、強制はしない、俺は。うん。うん。うん、うん。自分でそれはちょっと選択してって、それは。そうね。うん、漫才は受けるようになるよ、絶対。ヒゲがあった方が。受ける受ける。わかる、うん、それはわかる。で、CM を撮るか漫才の受けを撮るかお前に任せるよ。なるへさー。難しいなぁ。CM だな。あ、そうだね、うんうんうん。ありがたに言ってもらってね。ヒゲ生やしたら漫才、新ネタ作るよ、じゃあ。なるへそ。うん。うん、でも CM がなくなっちゃうでしょ？ CM なくなるし、うん、髭生やしたら漫才始まるけど、うん、髭はいじらないと。ええー、そんな無粋なことしないから髭生やした途端髭いじるなんて。くっそー。ただ、薄ーく、ちょっと受けるようになる、全部のボケが。いや、ちょっとでしょ？ちょっとだよ。一回体験してみないとわかんないな。まあ、書く、とりあえず書くところからね。うん。そういうのはなんか。自分でもなれるみたいなのあるからね。はいはいはい。うん。でもだから、それで言うと俺もなんかやった方がいいのかな。ああ。うん。ちょっと変える？うん。若林さんって何なんだろうな。まあ、ヒゲだな。ヒゲ？コンビで？うん。いや、ヒゲはまずいでしょ。まずいかな。どういうヒゲのパターンによるよ、タイプに。うん。ヒゲの形か。うん、ああ、どういうヒゲなの？私はほら、鼻の下のさ、うん、マリオみたいなヒゲでしょ？ブラジルに勝った時の前園のヒゲ。どんなんだったうん、ヒロシ出してくれ。ブラジルに勝った時の前園さんの写真を。印刷して持ってきてくれ、ちょっと。パッと出てこないわ。ああ、まあ、かっこいい感じのやつなのかな、じゃあ。かっこいい感じの。うんやつかな。あと、なんか、スヌープドッグみたいな、三つ編み、ラッパーの三つ編みのこの、うん。三つ編みにするってこと、うん、はい。三つ編みで短めの三つ編み。でも、うん、今日、思ったことなんだけど、うん、
しくじり先生で車庫入れしてて、うん、俺ちょ、はいはい、5分遅刻しちゃったの。ああ、普通にテレビ軍来るのに。そう。うん、車止めてたところ、ね、うん、で、いつもしくじりは隣が吉村くんの、はいはい、車が止まってんのよ。で、俺、うん、一度も吉村くんが、遅刻してんの見たことねえなって思ったの、それで。なるほど、もう先に止まってると。もう10分前とかについても、絶対先に吉村くんが車止まってんの。へぇー。で、吉村くんって、絶対時間ちゃんと入ってんなって思ったんだけど、うん、その時ふと思ったんだけど、うん、そんなことは当たり前のことなんだよなって思ったのよ。で、これがやっぱ、あの、パンサーの向井くんだったら、一、うん、回も遅刻したことの見たことないにはならないじゃん、やっぱキャラで。はいはい、はい。でも吉村くんとか、うん、それこそ誰だ、うん、あの、春日とか、うん、遅刻しないんですけどねって話題になるじゃん、まずそれが。意外な感じがする、ね。ウケるじゃん、多分。うんうん、そんなこと真面目だな、みたいな、ね。そう、真面目だなって。でも当たり前なんだよね、うん、そんなことは。いや、まあそうだね。で、なんかちょっとこう、実は裏では、みたいなことをやりがちだけど、挨拶はちゃんとするなんて、人間として当たり前じゃん。確かに。で、さっき挨拶ちゃんとしてましたけどねって言われるのは、うんうん、やっぱ振りが効いてるから、だから、うんうん、あの人挨拶するんだ、とか言って人気が出るじゃん。うんうん、はいはいはい、人気出んだよって思うんだよね。俺たちは当たり前だから、挨拶しなかったことの方が、そうか。ピックアップされるから、だから俺本当に今2008年に戻れたら絶対三つ編みでデビューするもんね。なるほどね。今の若林さんが挨拶するよりも、うん、三つ編みのね、若林さん挨拶した方が意外性があるもんね。そうそう。それだけのために。いや、気づかなかったな、あの時は。他でいろいろ大変だろ、ネタとか。で、受けなくなってんだろうね。あの漫才で俺が三つ編み。いや、受けないよ、そんなの。もうピンクのベストのやつよりも突っ込んだやつの方が見た目おかしいんだよ。それあるよな。それは受けないよ。だからいいのよ。そんなことしなくても。うん、でも今はもうやっても平気だもんね。うん、いや、今もおかしいでしょ、三つ編み。うん。うん。あ、これ前園さん、こう、髭、うん。髭生やしてないね。生やしてないのかな、薄いからかな。なんかね、武将髭みたいな。はい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 、はい。感じですよ。でもなんとイメージはある。うんうんうん。ああ、ゾノだな。ゾノだよね。うん、ああ、ゾノこんな感じだったか。うん。うん、いや、武将髭もどうな、うん、急にでしょ、うん、うん。あんま武将髭の人がクイズ番組仕切ったりしてるの見たことないけどね。そうなんだよね。俺もそれ思った。うん、MC の人でヒゲ生やしてる人っていないよね、意外と。いないかも、パッと出てこないね。やっぱそらそうだろうな。うん、大竹誠さんぐらいじゃない？大竹誠さんで MC ってイメージあるね。MC はないか。うん、ラジオとかやってるけど、そうか、テレビのバンバン仕切るみたいなのもないのか。やっぱ結局それあると思うんだよね。ヒゲね。うん。で、うん、なんかさ、やっぱさ、なんか、無害そうだなっていうことで仕事もらってんだよね。だから、そう考えると、俺とかって。うん。一見。なるへそ。で、春日さん許されるじゃん。うん、なんか、うん、春日事件起こしても。許されるというか、乗り越える人いるじゃん。ああ、まあ、ね、キャラで。はいはいはい。でも、やっぱり、それそうだと思ってて、うん、で、なんか、こないだ、すごい思ったんだけど、うん、なんか、カスガが、失礼なこともし先輩に言ったら、うん、キャラがあるから、うんうんうん、見た目とかも含めて、うんうんうん、あの、仕事なんだよね、失礼なこと言うのが。ああ、はい、はいはい。でも俺とかが先輩に噛みついたら、うんうん、本音なんだよね、やっぱり。だから、毒舌が仕事に見えるように自己プロデュースしていくか、本当の悪口になっちゃう方でいくかっていうのは、うんうんうん、これはね、うん、選び間違えたね、俺はね。やっぱね、見た目のアイコンとしてね、うん、なんか仕事、ふざけることが仕事にしといた方が、はい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 、テレビ出た時から、うんうんうん、やっぱやりやすい、この世界は。ああ、まあそうかもね。まあとにかくネットニュースになりにくいよ、そっちの方が。うん。辛辣だもんだって、仕事じゃなくて本音で撮られたら。そうだね。やっぱ見た目、まあそうだね。なんか見た目とかだから。うん、だからそっちの方が守ってんだからな、見た目とかでプロデュースしてくる方が。うん、仕事に見せてんだから。まあそうだね。うん。うん、でこの間ちょうどあれだよね、うん、ほらあちこちオードリーでもゲストの人とその話になったよね。ああ、うん、なんか見た目が、ね、だから、うん、
誰だろうな、なんか見た目がなんかちょっと地味だと伝わりにくいみたいなね、うん、話になって、うんうん、やっぱりディズニーランドで、うん、マスコットキャラクターがダンス踊ってたら名前呼んで手振りやすいけど、はいはい、たまにさ、うん、ガチでダンスうまい生身の外国の人出てきたってさ、うんうん、おーい手振れないもんね、うん、見たことないよなんかねピッタピタのなんかタイツみたいな履いてる人とかね、なんかマイケーとか言わないもんねだからやっぱその隣でやっぱりミッキーとかの方に行くよね。春日はミッキーとかグーフィーとかドナルドなんだよ、うん、芸能界で。でも俺とか向井くんとか、うん、コロチキの西野くんとかダンスのまあピチピチのラメの入ったタイツ履いて外国人なんだよ、踊ってる踊り方が羽かなんかつけてた。おーいとはならないもんね踊りはそっちのね生身の方が本格的でね、キレキレで踊ってるけどね。そうそうそう。やっぱ手を振ってるだけのマスコットの方に声はかけちゃうよね。そうなんだよ。うん、で今からパーマかけてもな、ミュー404の星野さんみたいなパーマかけたいんだよね、俺ね。だから、癖毛はいいけど、パーマだと違うだろ、話は。まあそうだね、なんかなんかこうね、狙ってるというか意思がある感じになっちゃうもんね、そこに。そうだよな。うん、俺すごい癖毛なんだけど俺、うん、やめたじゃない、伸ばすやつを。はい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 。癖毛なんだけど、うん、パーマかけたのって聞かれるのはすっごい嫌なんだよね。なるへそ。うん、かけてないから。はいはいはい。うんうん、いや癖毛なんすよっていうのもなんかね、言い訳守って守ってるみたいなね。うん、でもパーマかけてないからねパーマかけてないんですよって言えばいいのかな。で、ワンターンめんどくさいもんな。くせ毛なのが来るでしょ、そしたら。まあ、そうだね。それかもパーマかけたんですよって言っちゃうかね。そうなんですよ。でもね、わかる。それ大人だよな。パーマかけたんですよってもう言っちゃう。それ大人だよな。そっちに乗っちゃうっていうね。でもさ、そういうさ、その大人のさ、それあるよな。あのさ、家事、やってんのって結婚したらさ、すごい聞かれるじゃん。うんうん、はいはいはい。でもさ、うん、やってるっつったって、うん、皿洗いと、ゴミ捨てと、うんうん、まあ、たまに料理するぐらい、うんうん。たまに料理するぐらいと皿洗いとゴミ捨てですかねっていうぐらいなら、うん、全部やってもらっちゃってんすよって言った方が大人だよな。っていうこと多くないか、最近テレビに。まあまあ、そうだね。うん。うん。確かに。うん。それ結構言う？もし家事やってんのとか、春日が聞かれたテレビで。テレビで聞かれたら、どうか。まあ言わないか、確かに。ああ。テレビで聞かれたら言わないかもね。言わない。うん。なんか、うん、言われてね。なんか、うん、ゴミ出しとか。大人だね。いいね。皿洗いながらも奥さんの顔伺ってますよ、みたいな。やってますよ、みたいなアピールしちゃって、なんつって。言ってた。言ってたでしょ。うん、それで、うん。大人だね。わざと音立てて置いちゃったりなんかして、なんつって。だからあれで、ね、だから言いたいわけだから、うん、家事やってないっていう風に、うん。だからやっぱそれしかないよな。まあ。マジで喧嘩してもしょうがないもん、ね。たまにやってますよ、みたいな。ゴミ捨てやってて。それはやってるうちには、やってるうちに入んないってどういうことですか？全然ショーじゃない。誰も楽しくないよ、それ。そうなっちゃうから、ね。じゃあ、専業主婦と共働きの違いについて、ちょっと説明してもらいますか、うん、言い始めちゃったらさ。そんなつもりで聞いた人も聞いてないからね。軽くなんか、うん。結婚生活のこと聞いただけなの。俺、だから嫌だもん、お前が簡単に土俵割ってんの見ると。なんでね、どっちが。いや、伺っちゃってって言ってる時の、やっぱお前好きじゃない。昔の春日だったらもう、噛みついてたけどな。いや、そんなことない。ずっとこんなんだよ、私は。ああ、そういうことがあるわけですか。あるね、あるある。難しいよな。そうね。まあまあまあ、ちょっと、でも、イメチェンで言うと、だから、マイナーチェンジぐらいがいいよな。違和感じゃなくて、好きでやってんだろうな、ぐらいが。うん、そうなってくると、やっぱ、マオカラーかな、うん、俺ができるとしたら。いいね、マオカラーはいい、やっぱりね。うん。うん、やっぱ、白龍さんか。まあ、服部料理長、ね。服部先生かね。うん、やっぱり、うん、若手っていうか、我々世代でやっぱ空いてるよ、マオカラー。俺ね、マオカラー好きなのよ、それで。で、本当にね、ネットで調べてる。でね、ちょっとしたブランド、なんか1個か2個のブランドしか出してないんだよ、マオカラーのスーツ。へぇー。あ、そう。で、なんかさ、マオカラーのスーツ、ちょっと着そうじゃない？俺。うん。わかるでしょ、うん、なんか。別になんか、うん。
そうね、言われ、まあ、好きなんだろうなって、もう勝手に納得しちゃう何かがありそう。そうでしょう。魔王カラーって、とはならないかもしれない。そうでしょう。若林さんは。そうでしょう。魔王カラーだ。で、俺本当は、スーツの中に、うんうん、カットソー、白い T シャツみたいなの着る人いるでしょ、うんうん。あれで全部のテレビ出たいんだよね。でも、やっぱりゴールデンの進行だと、ネクタイしてた方がいいっていう文化あるよな。うんうん、確かに。で、白のカットソーじゃダメだろ、それダメとか洗剤のテスト。そうだね。なんかラフすぎる、なんだろうね。やっぱ社会への、なんか、あれだよな。なんか、一つの、よろしくお願いしますってことだよな、ネクタイって。まあ、そう。まあ、その気持ちはね、もともとあるから、するのは全然いいんだけど。なるほど、ね。うん、じゃあ。白いカットソーを着て MC できないもんな。あと暑いんだよ、スーツって夏。やっぱ、なんかエアコン効いてんだけど、照明。いや、スーツってね、暑いよ。なるへそ。もう本当に暑くて。で、暑いとなんか頭痛出やすいのよ、なんかして。なんか思うんだけど、カットソーダメだよな。だから、マオカラーってネクタイしなくていいのかな、第一ボタンまで締めてたら。しなくていいんじゃない？マオカラーで潜在能力テストやってるのどうかな。まずまあマオカラー初回、マオカラー初回まあ小籔さんに突っ込まれるだろうね。マオカラーってどないしてんやろ。まず小籔さんに捕まるっていう回。小籔さんならさ、なんか面白くして、うん、まあまあそうだね、いただけそうじゃない。うんうんうん、それだ。だからまああれだよな、一番、うん、問題ない、うん、オドぜひからやるから、ね。そうだね。うん。だん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 。オドぜひはなんなら白のカットソーでやっても大丈夫。あ、別にいいんじゃない？でしょ。もうだ、私服にしようかな、もう。ああ、それは別にいいんじゃない？オドぜひは。うん。そんなかっちりやる番組でもないじゃない。で、マオカラーは、オドぜひと日向坂からやるわ、うん、いいね。やっぱバラエティーからね。うん、たまにさ、たけしさんの映画でさ、マオカラーの組長出てくるもんね。出てくる。やっぱそう。それを見てやっぱかっこいいって若林さんの中に入ってんだね。マオカラーかっこいい。なんか俺の中でマオカラーってなんかね、うん、フリーザっぽいなって思ってて、なんかちょっとなんかね、かっこいいイメージあるんだよ。かっこいいはかっこいいと思うよ。うん。うん。いや、もういいんじゃないですか。あとなんかマオカラー着そうじゃん、うん、なんか俺。着そうかどうかは選びそうじゃない、マオカラーを。蝶ネクタイとかよりは。うん、何かこの、うん、スタンスがね、感じられるよね。主義というか。で、とりあえず着る気ない別として、一着だけ買うわ、俺。マオカラーの上下、セットアップ。うんうん、ラジオからマオカラーで入るから、お前はヒゲ描くって。それやっぱ、刺激で変えていかなきゃいけないんだよ、やっぱり。そうか、そうか。レスラーとかも変わるじゃん、コスチュームが。うん、ちょっとずつ。うん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 、だから、マオカラーとヒゲでやろうよ、これからは。まあ、ラジオ、この番組からやっていくってことだね。で、ヒゲを描くのと上半身裸ね、うん、じゃあ。いや、増えてんじゃないのよ。それでアメリカの柄のオープンフィンガーのグローブつけて、うん、アメリカの国旗の柄のパンツ履いて、トランクスの。いや、それはもうおかしいじゃん。それはもう、もうコスプレしちゃってるからね。コスプレしちゃってる？いや、コスプレして、その、だって、ヒゲまでだったらわかるけど。うん、オープンフィンガー。で、胸に末期でドンフライって書いて。したらやっぱもうね、うん、高山と殴り合わなきゃなくなってきちゃうからさ。首抱えてお互いにさ。で、そういうのあんだよ、やっぱ変化を起こしても、うん、こっちから、側からでもいいから。ね。こっちの、なんかやってる方もちょっとテンション上がるしね。そう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 。うん、いつもと違うと。そうそう、そう、うん。自分では見えないけど。飯塚も、俺はずっと言ってんね、うん、髪の毛、青にした方がいいって。いやー、今、金？今黒？金？金黒？飯塚に毎回言ってね、青にした方がいいって。それなんでなの？刺激よ、やっぱり。いや、塚が別に、塚は刺激欲しいの？欲しい。欲しい。じゃあ青だろ。欲しいなら青だわ、じゃあ。ヒロシはつけひげ。で、ほんとだ、クリピーナッツの現場行った時に、その、やっぱあったんだから、現場にフレッシュさが。うん、俺たちはマンネリしてるブースが。なるへそ。うん。サトミツも変えてもらうしね、それは。いや、サトミツは別にいいじゃん。サトミツはメッシュだな。いや、いいよ、メッシュはきついって。ウィッグのメッシュで。いや、きついって。
佐藤光は。うん。うん、でも刺激が欲しいならやった方がいいかもしれないけど。そうでしょ。うん、ちょっとずつね。うん、やった方がいいと。うん。聖堂さんと俺は真央カラーのスーツ着るから。聖堂さん似合いそうだな。うん。中村はレスリングのあのユニフォーム。ああピッチピチのやつね。ピッチピチの。うん。うん。まあ刺激が欲しいならね。そう、大坪さん、うん、頭に象のジョーロ乗っけてやることで。うん、ラッキー大坪ね。そうそうそう。で、船崎さんは柔道着。ああ、いいね、いいね。で、ゴムで髪打ち、横横に。横じゃねえか。なんで田村時代の柔らちゃんやんなきゃないんだよ。そういうのでも変わるんだよ、空気って、それだけで。服の力ってやつ。それか、はいはいはい、みんなで揃いの、うん、番組 T シャツ着よう。え、番組 T シャツ、その何、このリトルトゥー T シャツってことみたいの作って。あ、作んのわざわざ、みんなの名前も背中に入ってるやつ、ローマ字で。いやいや、なんか一体感出してきた方がいいわ、これは。ずいぶんお前、そんなことやんなかったっけか。やったな、なんか。やったよね、みんなね。あの、で、なんか、ジャージ。なんか、ジャージ、なんか、ジャンバーみたいなの作って、なんか、ね、うん、サークルの会の時。あんま盛り上がらなかった。盛り上がらなかったんだ。大学のサークルが羨ましいなんつって言ってさ、みんなでやってみようつって、なんか、ジャンバー作ってやって。全然盛り上がらなかったんだ。じゃあ、顔のペイント。ペイント？うん、顔のペイント。どういうペイントよ。それペイントいろいろ種類、なんか、ワールドカップ応援するときみたいな。そう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 。うん、つけて、ここに。まあ、つけて。その何、番組的なってこと？番組的なっていうか、番組のロゴとか、リトルトゥースとかって言われ、なんかハエノオとかドラゴンヘッド的な、地獄の黙示録みたいな、顔にこうなんていうの、こうこう点々でこう塗って、ドラゴンヘッドとか、地獄の黙示録。ジャングルに隠れるみたいなやつ。そうそう、それをみんなでやってやるからな。コマンドみたいなやつでしょ？そうそうそう。名剤ってかなんかこう、紛れる？そうそうそう。まあなんか考えよう、それはね。そうね。うん、確かに変え、なんか変えた方がいいっていうのは分かるわ。変えた方がいいから。うん。じゃあやっていきましょう。へいへい。日霊プレゼンツ、オードリーのオールナイトニッポン。この番組は、美味しい瞬間を届けたい、日霊、日本触媒、サミー、いでみつ興産、ルートインホテルズ、転職サイトタイプ、楽天カード、種の滝、ソラシドエア、AK レーシング、専門学校東京工科自動車大学校、以上各社の協賛で東京千代田区有楽町の日本放送キーステーションに全国36局ネットでお送りします。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン、聞こうぜ。うちの会社、給料低。転職しようかな。バカモン！それはお前の能力が足りないからだよ。死の物言わずに働くんだよ。鬼の声に騙されるな。え？君にはアクセス者数ナンバーワンのタイプがついてるぞ。聞くしよう。覚えてろ。転職なら、タイプ。オードリーのオールナイトニッポンでは、ラジオを聞いているあなたからのメールをお待ちしております。宛先は kw@allnightnippon.com です。メールはラジオの醍醐味。ツイッターでのつぶやきもお待ちしています。ハッシュタグは ANNKW です。ツイッターってラジオだ。日本放送をキーステーションに全国ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン、春日に学べ。
まあ、高橋ひかるちゃんがね、来ていただいた時も、エイペックスの話したじゃないですか。あ、ゲームね。ゲームの。はいはいはい、はい。オンラインゲームの。うんうんうん、で、で、春日も言ってたけど、うん、なんかゲームってやっぱ家庭内で一人でやってると、うん、どうしてもちょっと、言われないけど空気が、うん。うん、なんか、よろしくなくなるっていう。はいはい、はい。奥さん側の。うん。うん、まあ、わかるんだよね、多分ね。イライラしてんな、とかね。そうだね。うん。旗から見てるとね。そうそうそう。それは言われるわ。で、うん、お風呂ね。向こうが入ってる間に、ゲームをやると。うん。うん。うん。でもなんかね、うちの奥さんなんか風呂が早いんだよね。あ、そう。そう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 。へえ。でもなんかエーペックスがやっぱやりたいから、うん、それの時間を伸ばすためになんか入浴剤とか買ってったりしてんのよ。うん、ああ、なるへそ、ゆっくりとお風呂に入ってもらうために、うん。なんか岩塩みたいなやつとか買ってってこれいいらしいよとか言って。なるへそ。湯船に浸かる時間伸びるかなとか思いきやね、うんうん。結構早めに出てくる。で、うん、エーペックスがその調子がいい時って生き残る時間長いから、そろそろ出るなって気配を感じたらやめるのに、うん、勝ち残ったまま奥さんが出てきちゃう時があるのよ。そうすると、うん、ちょっとゲームやってるんだっていうオーラを出しながら、うん、俺とテレビの間を横切ったりするんだよね。なるほどね。ちょっとなんか思うところがありそうな感じするね。でも、分かってるわけよ。ABX やりすぎるのは良くないってことは。うんうんうん、で、春日がさ、名古屋に行った時にプレステごと持ってきたって話したじゃない、うん、したし、そうだしね、うん。俺ね、あの話がね、好きなのよ、ね。何がだよ。あのね、なんかね、ありがたいけどね、おじさんがね、うん、こだわってる話好きだから。こだわってちょっとこの、ちょっと無理してるというか、ね。人生を楽しもうと思ってるおじさんがこだわってる姿が、ラジオ聞いてて好きなの。どういうことだね。なんか、で距離取るんだよ。おじさんがこの肉をこう食べたくて、みたいな話が好きなんだけど。わかる。なんかこだわるというかね。こだわり。はいはいはい、はい。で、うん、それで、それなるほど、ゲーム、名古屋に持ってくんのかって思ったのがきっかけなんだけど、うんスイッチ、うんうんうん、スイッチで、うん、秋からエーペックスがやれるらしいっていう噂が流れてんのよ、ゲーム好きの間で。あ、そう。スイッチって持ち運びできるじゃない、うん、できるできる。うん、ね、うん、で簡単に、ね、なるほどと思って、うん、スイッチを買ってエーペックスが秋からできるようになったら、うん、名古屋の新幹線、各州の1時間半ずつは、うんうんうん、はいエーペックスができるんだと思ったのよ。確かにそう、ね。で、生意気だなって言われちゃうかもしれないけど、うん、新幹線の中ってなぜか、ネタ作りがはかどらないのよ。生意気だな。これね、なんでかわかんないんだけどね、ひとりさんも言ってたんだけど、うん、ノートパソコンで打つのが新幹線の中って、うんうん、なんかね、盛り上がんないのよ。画面が揺れるからなのか分からんけど。ああ、とか座席のなんかこう、感じとか、うん。とか思ってたら、この間なんか同じ新幹線にノンスタの石田くん乗っててずっとネタ書いてたけど、うん。できるじゃないかよ。お前に言われる筋合いねえわ。書ける人は書けるじゃねえか。書け！もう新幹線でもどこでも、どこでも書かないやつに言われたくないわ。どこでも書きづらいやつに。書けないやつ。どこでも書けない。どこでも書きづらいやつは書けないんだよ。石田くんずっと書いてるね。ああ、すごい。やっぱ関係ないんだね、あんまりね。気にしないんだ。でも、うん、1時間半、往復3時間、隔週でエーペックスができる、かなと思って。うん、ああ、最高だね。で、スイッチって売ってないって聞くのよ。うん、動物の森をやってる。売ってない。そうそうそう、人気が、ね。一時期もうラジオがみんなそれ喋ってた。うん、スイッチが売ってないっていう話。はい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 、それはいいんだけどね。いいじゃん。それで、スイッチをとりあえず、エーペックスが秋からできるらしいということで、うん、電気屋さんに行ったわけ。うん、渋谷の。うん。したらやっぱ売ってないわけ、うん。で、なんか張り紙がしてあって、うんうんうん、エーペックスは書いてないんだけど、うん、
抽選になりますと、スイッチが。ああ、そうあるね、そういうお店ね。あ、うんうん、そんな人気なんだ。うんうんうん、でも、まあ、秋っていうと9月、うん、で、いつかわかんないね、エピックスがまだ、9月、10月だろうってこと で、うんうん、で、やりたいわけだよ。名古屋に行くとき、春日スタイルよ、言ったら。うん、で、私もあれにちょっと味しめてね、うん、いろんな楽屋のテレビに繋ごうかなと思っちゃって。いや、だからゲームできるから、ゲームできるから。奥さんの目を気にせず。名古屋とかも TBS とかに行ってるとか、全部の楽屋でできんじゃんと思って。でも俺同じこと考えてて、スイッチでエーペックスできなら、生意気だなって言われるかもしれないんだけど、結構 MC で大人数回す仕事の後は、30分ぐらい楽屋でクールダウンしてから帰るね。生意気だな。スーツすぐ脱いで帰れ、すぐに。若林さん帰るの早いですねって言われるぐらい早く帰りなさいよ。なんだよ、クールダウン。すぐに帰れないじゃないんだよ。って時に、で、ゲームって、なんかあの、はいはいはい、マインドフルネスみたいに、あの、うん、あそこなーとか考えるのやめれるから。ああ、もう集中するよね。そうそうそう。今のもちょっと生意気だったけど、なんかマインドフルネスとか言い始めてたけど。わかりづれえな。うん。で、ゲームを楽屋で30分もやって帰れたら、はいはい、いいなみたいな。うんうん、だから噂になりたいよね、業界で。若林さんって MC の後、ゲームやってから帰るらしい。いや、でも良くない感じで多分、言われる噂だよ、それ。うん。で、スイッチって抽選なんだ、応募しよっかなって。はいはい、で、奥さんの承諾を取んなきゃいけないから、まだ応募せずに、うん、その日は家帰って奥さんにプレゼンしたのよ。うん、スイッチを買っていいかという。で、なんか俺さ、とか言って奥さんに、ゲームの時間だけが仕事のことから頭を止められるね、時間だからさ、はいはいはい、やっぱり、そういう時間があるのって結構、大事なんだよね。長い目で見るとね、つって。一日一日のそのストレスとかがなんかこう長い目で見ると、その30分とかのゲームの時間がマインドフルネスのなんか効果もあって。生意気だな。で、でもエーペックスって一人でやるゲームだから、スイッチだとなんか対戦が結構できるらしいんだよね。なんかスイッチは家族で楽しめるように、なんかニンテンドーすごいよねって。だからスイッチ、どうだろう、スイッチ買うっていうのはどうだろうみたいな。もう必死だね。でもなんか、欲しいんでしょってことはって言われて、うん、欲しいっすって言って、もう15個下なんだけども、欲しいっすよねっつって、まあ、じゃあ買えばっていう。お、あ、OK が出たの。あ、いいじゃないですか。で、次の日また渋谷の電気屋さん仕事終わりって、応募、うん、願書ですよ。抽選だから。はいはいはい、はい。ついでね、結構ね、俺の前のね、並んでて、でね、二人ぐらい見たわ。三人ぐらい見たな、応募してる人。俺がこの短時間に三人見るってことは、倍率高い。いや、そうじゃん。何月の、で、店頭でしか受け付けてないのよ、応募。ああ、そのネットとかじゃできない。ネットとかじゃできないのよ。直接行かないと。行かないと。はあ。で、なんか、赤青のネオンカラーと、うん、ブラックのみの。ああ、色ね。で、本体赤青は100人当選する、うん。で、ブラックの限定は50人だっていうのよ。だいぶ違うね。うん。で、どっちが当たりやすいですかって聞いたら、うんうんうん、なんか、濁すのよ、なんか。前回はブラックバージョンがない抽選だったので、って本当かと思って。そう、本当じゃないの、あんまりだから滅多なこと言ってね。外れた時にやっぱね、クレーム当たんなかったじゃねえかと言われても困るからでしょ。そうでしょ。だから、100人当たる赤をネオンカラーで勝負するか、50人のところ意外とブラック少ないのか分かんないよ、それ。それね、もう、どっちかにしか応募できないの。そう。一通と。どっちかしか応募できない。ああ、難しいなぁ。そうってね。難しいでしょ。100の方が多いからって言って、うん、逆に多かったりとかね、誰も意外にその50の方に行ってなかったりするパターンもあるしね。でしょ ?50 狙いでこっちの方がって言っても逆だったりするかもわからんし。願書みたいに書いてさ、名前さ、うんうんうん。で、まあだから100人の方のネオンカラーの方に丸して。まあ単純にね、倍だもんね、受かる人は。で、出したのよ。したら、85って書かれた紙1枚、ちっちゃい紙1枚渡されて、うんうん、これを持っといてくださいと。ああ、抽選までね。で、はいはい、それでその日何曜日、1週間後ぐらいだったかな。土曜に、店頭だと、うん、当選者が張り出されるんだって、受験みたいに。もう受験じゃん、本当に。うん。番号が。そう、土曜に。うん、でも、うんうん、日曜に、うん、ネットの方でも発表するって。なんで1日遅らすんだろうね。なんでだろうね。
それなんかいろいろ手間がかかるんじゃん、やっぱネットに載せるのに。わかんないけど。そっか。そんな手間かかるかな、店頭の貼り出した紙写真撮って載せりゃいいね。いや、知らんよ、その店の人じゃないんだから。お前が言うからさ、手間かかるのかって。お店の都合って。お前ら知らねえくせにさ。入ってくんねえ、調子乗って。持ってねえだろ、スイッチ。持ってない。持ってねえくせに。まあ、とにかく一日ずれるわけだ。うん。ネットワークね。85番がずっと俺の財布に入ってるわけ、うん、長財布に。あの、自分で買った長財布にね、もらったやつじゃないけど、みんなで言うんだよ、それ。それで、日にちが一日ずつで当たるかなとか思ってて、で、あの、土曜発表ってでしょ？はいはい。で、激レアさんの収録がちょっと今決めで終わったのよ。うん、うん、うん。おで、日本放送入るまで。だから先週よ、先週。ヒカルちゃんがさ、うんうん、でさ、スペシャルウィークの何が素晴らしいってさ、うん、トークゾーンがないのよ。素晴らしい。トークゾーンがないってことは日本放送に1時間遅く入ってもいいということなんですよ。いい、うん、ね、これ知ってたか、リトルトゥース。スペシャルウィークはいつもより入り時間が1時間遅くてもいいっていうことなの。そういった意味でもスペシャルなの。まあそうだね。ありがたいよね。スペシャルだわ、確かに。そう。だから、時間があるから、激レアさん終わって、うんうん、六本木から、うん、有楽町の方が近いですよ、日本放送がある。あ、はいはい。渋谷に戻ったね、俺はね。うん。スタジオ、あの、局出て、あの、右にいつも曲がって有楽町行くとこ、うんうんうん、左折したね、まあ、逆だね。カコーン左折したよ。あの、法定速度守ってね。いや、そりゃそうだろうよ。うん。急いで歩けど、ワクワクしてるけどね。ワクワクはしてるけど、法定速度を守りながら走ってさ。うん、それはもうさ、当たり前のことですよ。来ました、渋谷のデータ。おー、どうなのよ、さ。やっぱ85のちっちゃい紙を、電気屋さんに入る手前のストロークで、うん、出したね。うん、うん。うん、食リポで店入る前ぐらいの距離から出した。うん、言ってたねって、こちらがね、発表される、電気屋さんですけども、って言いながら。カメラ振らなくていいんだよね。カメラに向けて85番を。これ85番、今から確認してきますけどもね、つって。うん。で、電気屋さん入って、うん、ゲームの階に上がって、はい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 、おで、フロアについて、うん、どこに張り出されてんのかなと思ったら、うん、どうも、目に入った、すぐ。はいはいはい、カウンター、うん。うん。レジの。レジカウンターの前に、ほう。うん。で、ポスターが貼り出されてたね。へえ、その番号を書いた当選者みたいな。なんかね、赤い丸がポンポンポンと打ってあるね、ポスター貼ってあったから、あそこだと。それだ。うん、うん、うん。で、近づいてて。うん。ネオンカラーの方とブラックの方が分かる。うん、うん、うん。うん。まず、うん。まずよ。うん。この貼り出されてる当選のネオンカラーの方とブラックバージョンの方で言うと、赤い丸の密度が、ブラックの方が濃かったね。こっちの方が当選しやすいのか？それどういうことだよ。その番号バーってやって、受かった人が丸がついてるってこと？丸が当選者。そう。あ、ごめんなさい。ちょっと気持ちが流行っちゃって。うん、どういう仕組みだ、そこの振りを忘れてました。番号が出てるわけじゃなくて、番号は全部出てる。お前が上げ足取んなよ、トークの。いや、上げ足じゃなくて、今の、よくわかんなかったからさ、発表の仕方が。うん、よくわかんなかったなら、うん、なんか、うん、話忘れてますよ、みたいな空気出してくんねん。むずい。いやいや、普通に疑問として聞いてこいよ。ちょ、待って、みたいな。気持ち盛り上がっちゃってるけど、お前さ、みたいな感じで入ってくんねん。俺が下手なのがバレるだろ。そこまで空気出してないでしょ。うん、ちょっとね。だから番号が。番号が1から何百まで貼って、応募した人全部の番号ね。勝った人に、合格した人に丸がついてんだよ。なるへそ。うん。その丸の密度が、ブラックの方が全然濃いから、ブラックの方が当選しやすくねーと思って。なるほど。応募した人が少なかったわけだ。うん。うわー。ブラックの方か。でもあれってコントも不思議だけど、うん、不思議だね。合格発表もそうだけどさ、うん、受験の、うん。番号を直で見に行きゃいいのに、うん、85番なのに、しばらく前の順番から見ようとする。あれ何なんだろうね。やっぱこの、ドキドキしたいんじゃない、うん、演出したい、自分で、うん。55番から見始めたもん。随分早いな。70番台ぐらいでいいじゃん。ずっと見てたのよ。55、うん、はいはいはい、56、うん、57、うん、58。長えな。結構なんか、うん、外れてんな。
なんか、外れる番号が、続くな。うん、59、うん、60、うん、61、うん。いや、意外とこの感覚だと、なかなか倍率は高いんだな、思ったより。うん、62。長えな、85まで。長えな。一回一回、それ、挟まなくていいから早く言ってよ。もう気になるんだから、こっちは。85が倍なのか。64、うん。でもな、これ、もし、当選してるとしてないでは、うん、今日のスペシャルウィークのテンション変わってくるぜ。64。長えな、まだ60万ないじゃん。66、うん。そういえばそうと、高橋ひかるちゃんはスイッチは持ってんのかな。もし持ってたら今日この話を しようかな。67。長えな。68。69。うん、早く70。とりあえず70に行ってほしいね。これなんか、うん、漫才の設定できそうだな。確かに。俺が長えなって言ってるだけのネタだけど。全く今の逆にしてできそう。いや、でね、82まで見て。飛んだな、また。ずいぶん。そりゃ飛んだな、になるよ、この構成だったら。まあ、そうだね。で、83、84が合格してたのよ。1個前が？まずいか、85、うん、赤い丸ついてんのよ。おーおーおー。マスクの中で言って、よーし。いや、それは言うわ。うん。あ、そう、じゃあもうほんと結構な倍率だったってこと？ 4 倍ぐらいだったね。3倍、4倍。で、ブラックの方は、この回はそうなんだけど、もう 1.8 倍ぐらいだったから、ブラックの方はいけたん、まあでも、受かったからさ。うんうん、まあそうだね。シャーと思って。それ、いいな。ほんと、あれ、あの時、あの時ぐらい嬉しかった。M1 で敗者復活した時ぐらい。タクシー乗って、テレ朝また向かおうかなと思った。それは話変わってくるじゃん。止められるよ、入り口で。稽古しながらタクシー乗ろうかなと思ったもん、テレ朝まで。いや、それで、なんかゲーム何も買わないのも、本当はエイペックスがやりたいんだけども、うんうんうん、なんか買わなきゃなと思って、うんうんうん、マリオカートの、おー、いいね、エイトっていうのを買ったんで、俺マリオカートなんて買うの初めて。マリオカートって、うんうん、スーパーファミコンからなの？もともとね。ああ、ワンが。ワンが、そう、ワンというか。ああ、スーパーファミコン。ワンとかじゃないの、うん、まあ、マリオカート。スーパーマリオカート。ああ、マリオカートってスーパーファミコンから。スーパーファミコンから持ってなかった。ああ。スーパーファミコンからプレステ3まで飛んでんだよね、俺。あ、だいぶ。あ、ファミコンからプレステ3まで飛んでるから。だいぶだね。うん。はい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 。で、マリオカート買って帰って。で、奥さんとさ、うん、奥さんはマリオカートはやったことはあるけども、うんうんうん、スイッチのはもちろん初めてで、うんうんうん、で、俺さ、マリオカートってやったことなかったから、うんうんうん、だから、例えで出すときあるじゃん、たまに。うんうん、なんか、マリオカートでバナナ投げるみたいな、ね、お笑いでも。うん、あんななんか、笑ったふりとかしてたのよ、しくじり先生とかで。知らないからね。知らないから。うんうんうん、で、マリオカートって全然 F1 みたいなコースじゃないのね、うん、もう。いや、何の話だって。いや、でもそう思うよ。まあ、そうだね。マリオカート、俺カート乗ったことあるから、スクール革命のロケで。スクール革命のロケのマリオカート、スクール革命のカートとマリオカート、全然違うわ、今。まあね。うん、F1 のコースみたいな赤白のあの縁石のさ、あれ、ああいうとこじゃないのね。もうない、もうね。海の中やら。空飛ぶし。この時代に、マリオカートに驚いてる人はなかなかいない。なんか笑ってんな。笑っちゃないけどね。いや、笑ってんじゃない笑っちゃない。いや、笑えよ、ラジオなんだから。どっちなんだ。いや、それでマリオカート始めたら、はいはいはい。カートを選ぶじゃん。うん。もうバイクとかあんのね。なるね。カートと同じ量ぐらいバイクあったわ。バイクじゃんと思って、うん。マリオバイクだよね、だからね。うん、まあでもそうなってます、いろいろ種類が増えて。タイヤも選ぶだろ選ぶ、ね。したらさ、うん、羽を選ぶだろマリオカートなのに。選ぶ選ぶ飛ぶの、はい、と思って。羽とかな、グラインダーみたいなやつとかね。気球みたいなやつ。はいはいはい、飛ぶの飛ぶ、ね。言いながら選んでて。うん、で、
あの、コースもさ、うん、もう F1 みたいなコースないぜ。なんか言ってんだよ、それ。海の中。うん。それかなんか、もう場所がもう、いろいろだわ。上になった下になったら、それとか、ね。真横とか。うん。で、わかんないよ。どこ走ってんのか。わかんない、わかんない。最初の方、うんうんうん。で、びっくりしちゃってさ。うんうんうん、でさ、でもさ、うん、今さ、それで奥さんと毎晩寝る前にさ、うんうん、対戦してから寝るように。あ、いいじゃないですか。なってんのよ。うん、いいじゃない、うん、で、そのマリオカートの準備はちょっと俺の、うん、まあ、家事というか、うん、仕事になってて、そのちょっと負担なんだけど。いや、大したことじゃないです。全然簡単でしょう、ね。で、あの、うん、赤と青のあのやつを二人で分けて。はいはい、コントローラーをね。そう、で、4レースで、うん、その得点で1位を決める。もう知ってんな、マリオカート。まあ、知って持ってはいないけどね。やったことある。だって俺ほら、ファミコンからプレステ3まで飛んで、うんうん、プレステの方だから、うん、マリオ、ニンテンドーが入ってなかったから、あんまり。そもそもね。驚いたけど、本当、うん、マリオとルイージ、ピーチ姫、クッパ以外知らないからね、キャラクター選ぶの、ね。はいはいはい、わかる。ギリヨッシーだな。まあ、ヨッシーだね、うん。一番仕事がなかった時代、ちょっとヨッシーにハマってた時あったから、ね、ゲームボーイの、ね、アドバンス。木の芽食べたりとか。うん。で、まあ、それで、やり始めたんだけど、うん、ここぞと、この、まあ、名前、これも生意気なんだけど、賞、うん、レースとかくぐり抜けてるから、勝負どころ知ってんだよね、俺がね。生意気だな。っていうのは、どういうことかっていうと、うん、4回戦、4レースあるとして、うん、1、2レース調子悪くても、うん、望みを捨てないんだよね。戦い方知ってるから。だから3レースの今このレース、今この瞬間に集中するというスタイルが染みついてんだよね。だから強いわ。1レース目負けても。うん。うん。なるほど。結果的に勝つことが多いってこと？まあ、早く言えばそうなんだけど。うん。で、あれのね、罰ゲームで負けた方がコンビニに一人で、うん、アイス買いに行こうよって。言うんだけど、うん、なんかそういう時代じゃないって言われた。罰ゲームとかそういう時代じゃないよ、今。時代なの？コンプライアンスなのだからな。いや、別にそれぐらいでしょ。テレビの罰ゲームやめていこうみたいなね。コンプライアンスが家庭内でやって、ご夫婦でやってん、ちょっとそういうの面白くないって言われた。私たち笑わないって、私たちの世代、うん、罰ゲームとかで笑わないって言われたわ。厳しいな、なんかそこ。あ、そう、うん。うん。で、まあ、連戦で、連勝してるわけよ、毎晩。はいはいはい。うん。で、うん、奥さん相当やっぱ負けず嫌いなことが、うんうん、バスケから。ああ、言ってましたね。してんだけど、うん、だから夜やって勝つわけね、うんうん、連日、うんうん。で、次の日の、なんか次の日にふとした瞬間に、うんうん、マリオカートって言うと、ク、うん、ーって言うよね。なんだよ、そのリアクション。って言うのよ。負けつきないなんだよね。悔しいんだ。悔しいみたい。だから、朝行ってきますっていう時に玄関で、閉まる直前に、マリオカートってガチャンって閉まると、うん、閉まったドアの向こうで、クーって言うよ。で、なんかどうも、帰ってきたのが早くて、俺が帰ってくるのが遅いと、うん、マリオカート、俺に勝つために練習しちゃってんのよ。うん、あー、なるほどね。俺に。でも負けるわけよ。やっぱ俺知ってるから、勝負どころを。うん。なるほど、ね。亀の投げ時とかさ。はいはいはい。早まらない。やっぱ亀を投げるの、うん、投げるのを。なるほどね。やっぱ焦っちゃいそうなもんだけどね。うん、うん。負けてたりするとね。そう、バナナは惜しまない。すぐ投げる。うん、でも亀はね、うん、ちゃんと当てに来るわ、やっぱり。集中して、うん。そうスローモーションで見える亀を投げる瞬間が俺にはね。うん。いやいや。うん、で、奥さんが、すごい、俺に勝つためにマリオカートの訓練に励んじゃってるから、うんうんうん、ちょっと、エイペックスが秋に解禁されても名古屋に持ってけるかどうかが、すごい心配になっちゃってるのよ。なるほど。今ぐらい、うん、ゲームに興味なければ持ってってることにも気づかないかなって思って狙ってたわけよ。ね、でもあそこまでマリオカートにはまっちゃうと、うんうん持ち出しが許されるのかなってことで。確かに逆に奥さんにとったらね、若林さんが名古屋に行ってる時は練習し時だったりするもんね、逆にね。で、これはまずいわけよ。うん、名古屋に持っていけないのは。で、俺は考えた。うんうん、彼女の気が収まるのは、うん、俺に勝つことじゃない。はいはい。俺に勝ちすぎて飽きさせればいいんだなってことに気づいたわけ。なるへそ。うん。
だから昨日から、うん、わざと負けてんだよね。おお、うん、負けてやってる。わざと負けてです。で、これを何日か続けて、うん、マリオカート飽きてくれれば名古屋に持っていけるってこと。うん、ああ、じゃあ結構大変な作業ですな。これはかかるとか。で、うまく負けなきゃいけないでしょ。そう。ギリギリで負けなきゃいけない。オードリーのオールナイトニッポン。日本放送をキーステーションに全国36局ネットで放送中、オードリーのオールナイトニッポン。春日を感じろ。私もね、うん、そのジュリちゃんじゃないけど、うん、若林さん誕生日プレゼントをね、うん、差し上げようと思ってね、今年も。あの、去年あの、傘をもらって、あれはね、愛用してる。ありがたい。うん。やっぱりずーっと雨の日使ってるわ。いやー、ありがたいね。うん。うん、やっぱそういうのやってった方がいいんじゃないかっていうね。うん。やっぱり思ってるから、うんうん、今年も、それこそクミさんに今年何あげんのみたいな。言われたりして、うんうん、まあ、まだ考えてないなーなんつって、そんな時期か、うん、みたいなこと言ったりとかしながらね。何かを差し上げたいと思ってね、うんうん、探しに行ったわけですよ。ああ、誕生日プレゼント。うん。で、やっぱ今もゲームの話ありましたけど、まずゲーム屋さん行ったよね。うん、なるほどね。最近やっぱ若林さんゲームにハマってるっちゅう。怖いね、でも。ことなんで。うん。ゲーム屋さんに、そのオンラインゲームね。怖い、これ被ったか、これ。いやいや、で、見に行ったんだけど、なんか、もう何しようかなと思って、このさ、ヘッドホンみたいなさ、うん、いっぱいあんのね。ああ。だからゲーム売り場じゃなくて、なんかそのゲーム機器みたいなさ、なんかそのオンラインゲームのフロアみたいのあるじゃん、今。そうなのよ。すごいと思って。いや、でもヘッドホンは、もらっちゃった、うん。そうでしょ。ああ。なんで知ってんの？いやいや、その、ありそうだなと思って。持ってそうだな、とか。で、これ持って帰ろうかなと思ってこの椅子も。AK。持って帰るのはダメよ、これ。シングさんのやつは持って帰ろうかなと思って。もうこれもあればね、非常に楽にゲームできますよ、この椅子も。うん、で椅子も考えましたよ。考えた。いろんな何が、だ知らないから、そのオンラインゲームで何が必要なのか。ゲームさ、そういうことほんとコントローラーと、そのね、PS4 とかさ、ダメだね、スイッチとかだから、こんなになんかいろんなあるんだと思って、オンラインゲーム。なんかこのパターンのさ、こういう椅子のさ、座椅子のバージョンとかあったりとかしてさ、座椅子でなんか背中がこう、ね、今ね、座ってる椅子みたいな、はいはいはい、ゲームチェアみたいになってるやつ。あるよね。あると。ね、あったりとか、なんだとか。うん。で、なんか、いいゲーム、うん、プロゲーマーの人たちが、プロデュースしたなんかいろいろ。はいはいはい。メガネとかさ。はいはいはい、はい。ゲームやるときのなんか。ああ、もうボロボロ涙出ますからね、やっぱりね。あ、そう。やっぱ集中してやってると。ああ、こんななんか相川翔さんみたいな結構シュッとしたかっこいいさ。はい、やってるよね、今ね。うん、あ、これがいいかな。いや、でも、持ってるかもしんないなと思ったのよ。メガネは持ってないけど、ね。持ってなかったか、メガネでもよかったか。よかったかもしんない。うん、だすごい助かるかもしれない。ああ、そう。メガネは買わなかったのよ。買わなかった。うん、持ってるかもしんないなと思って。んで、もう、わ、うん、かんなくなってきてね。うん、どうしようかな、つって。で、考えてたの。結構しばらく時間いて。うん。で、したら、クミさんから、うん、まあ、連絡ありましてね。うん。うん、今何池袋何してんの、うん、あ、そっか、GPS で。うん、そうそうそう、春日事件以来ね。うん、はっきり言わなくていい。GPS をね、付けさせてもらってんだけどね。うん。私はね、自ら、ね。付けさせられてんじゃないの？じゃないよ、じゃないよ。自分から知ってほしいから。うん、何かあった時に。そうそうそう、知っといてくれ、つって。うん、お互いね、クミさんの居場所もわかるし、うんうんうん、お互いチャチャのアイコンでね。はいはいはい。やってんだけど、チャチャの違う。チャチャじゃないのにね。チャチャじゃないのにね。うん。2匹だからチャチャがこう。都内いろいろこうね、移動してんだけど。クミさんって大体、うんうん、あれですよ、由比ヶ浜にいる。なんでだよ。いないですよ、サーファーでもないしさ。あ、そうか。そギャルとかでもないんだよ、いない。うん、でね、うん、それで見たんですよね。うん、あれ今日赤坂って言ってたら、なんで池袋がいるのみたいな、うんうん。言われて。いやいや、ちょっと今ね、早めの終わったから、若林さんの、もうそろそろ誕生日じゃないなんですよ、今週、つって。うんうんうん、だから、ね、選んでんのよ、つって。でもゲーム売り場にだけどなかなかね、なんつって言ってたら、うんうん、ああ、じゃあちょっと行くわ、つって言って。
あ、別に近いところにいるわけでもなかったんだけど、はいはいはい、ちょっとあたしも選びたいなんつって、ああ、はいはいはい、はい。私は、その、わかると思う、なんつって。若様の、あの、うん、しゃってんな。そんなこと言ってあるなよ。そんなこと言ってあげるなよ。私もだからな、うん、わかんない。あ、じゃあちょっと、うん、いろいろ相談しながらね、はいはいはい、ちょっと決めよう、なんつって。はい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 、で、待ってたんですよ、ゲーム売り場で。で、このゲーム売り場いるから、なんつって。で、2、30分後に来てさ。まあ、バイクやからね、すぐ。バイクじゃないわ。うん、電車よ、電車。あ、電車、うん、ビッグスクーターじゃなかった。ビッグスクーターだってもっと早かっただろうね。うんうん、電車をね、家で来たから2、30分かかって。うんうんうん、で、こういうゲームリバーいる、うん、なんつって言ってね。今ゲーム選んでんだけどさ、うん、なんつって、若林さん最近好きって言うじゃないっつって。だけど、もし好きっていうものだからやっぱりいろいろと持ってるかも、うん、もらったりとかね。はいはいはい、はい。してるかもしれないから、なんでんのよっつったら、うん、うん、そうだね、つって、クミさんが、うんうん。ゲームは違うね。おお、うん、それなんでゲーム好きって言って、うん、いや、だからダメなのよ、つって。へー、好きって言ってる、そのアナウンスしてるものを、あげるって考えてる時点で、他の人と被ったりする可能性も、ま、高まるし。知ってんだね。うん、だからほんと、筋肉マンとバスケもダメって言われて。へー。これはだから被る、あと NFL もね。ああ、そう。被、うん、るから。被るからね。で、そこをこう、倍率高いから、通していくのはこう、難しいだろうと。はいはいはい。うん。だからあんまりこう、オープンになってない。若林さんといえばみたいになってない、ものの方がいい。ただ、かといって何も関係ないものあげるのも、喜ばないだろうから、難しいな、なんつって。じゃああれだね、つって、うんうん、私、料理のね、グッズ。うんうんうん、若林さん、料理やってたから、例えば。最近ちょっと嬉しいかもしれない。そうそうそう、野菜をさ、なんかこう、楽に切れる、なんかこう、すりおろす、なんかやつとかさ、あるじゃん。あるわ、家持ってるわ、それ。はぶねえ。うん、なんかこう、なんかね、うん、切った野菜をさ、うん、鍋にこう入れやすくする、うん、入れやすいまな板みたいな、こう折りたたむみたいな。あ、それは持ってない。あ、それでも通ったか。うん。結局それ買わなかったんだけどね。うん、うん。で、何買ったのそれで。早いな。あ、早いんだ。終わっちゃうそれ話したら、このトークが。すいません、ラジオだと思ってなくて。なんだと思ったんだ。なんか、物質の密室空間で喋ってる。まだそんな感覚でやってんのか。ラジオ。別にいいだろ、別に。なんで立ってると思ってんだよ。うん。物質のなんか、うん、男子校の物質の無駄話だと思ってたから。うん、それをリスナーが盗み聞きしてる感覚ね。うん。いつまで言ってんだ、それ。うん。ほいで、うん、あ、じゃあ料理のなんかグッズかなーなんていうふうにさ、うん、いや、料理じゃないね。なんつって、ふ、う、み、んうん、さんが言って、うん。いや、料理するじゃないですか、若林さんさ。うんうんちょっと情報が古いね、つって。え、詳しいね、なんか。それでもほら、ね、自粛期間でステイホームの時はよくやってたけど、最近は、そんなにやってないと思うよ、なんつって言って、だからあんま喜ばないんじゃない、なんつって言って。え、じゃあ何よ、もうないよ、つって若林さんの情報ね、喜ぶ。最近だと、その、ミュー404ね、なんつって。知ってるね。うん、おお、まあ、そういえば、なんかラジオで話したわ、なんつって。あ、そう。若さんはね、この間、ミユ404の、丸ごとメロンパン号。ああ、うん、インスタか。あれ写真撮りに行ってるから、つって。インスタ見てんのか、クミ。呼び捨てすんなよ。いや、だから、教えてっつってね、アカウントをブロックするから。なんでブロックすんのよ。見してやってよ。通報してブロックするから。なんでだよ。やばいやついるじゃないんだよ。うん、ね、ミユ404だから、で、メロン、じゃあメロンパンとかか、つって、メロンパン、たくさんね、美味しいメロンパンさ、全然もうセンスがないとか言われて、それはもうプレゼン、単純プレゼントじゃなくても差し入れじゃん、つって。はいはいはい。メロンパンだと、ね。確かにそうだな、つって。いや、でもなんか、お前たちの夫婦の会話って漫才みたいだな。うん、いやいや、バカにしてんのか。漫才舐めんなよ、お前。一言も言ってない。自分から言い出したらそう。で、何買ったの結局。早いな。うん。終わっちゃう、その話。くれんのこの後、それ。くれるよ、そら。買ってきたから。うん。んで、じゃあなんだじゃあなんだろうなつって、実はクミさんが、若様って、羊羹好きって言うから。うん、うん。羊羹いや、別に甘いものあんま好きってイメージないよね。うんうん、飲んでっつって。
なんかこの間筋肉マンの新しい超人で、あ、インスタだろそれ、羊羹マンって書いてたのよっつって、うん、竹串フェンシング、うん、必殺技、もうすげえ見てんなインスタ組はって書いて、なんかで、うん、ね、書いてあったから羊羹、うん、いや羊羹名前好きじゃないと思うよなんて、組はどれなんだろうな、アカウントのどうせバッドトゥースだから俺の顔にしてんだろ、うん、相手してないだろしてないと思うよ。私も見たことないから分からんけど。あ、そう？クミさんのね、うん、アカウント。うん、で、羊羹じゃないんじゃないなんつって、うん、じゃあなんだろうねなんつっていろいろ話しててさ。うん、で、まあ私が。うん、そういえばこの間若林さんのね、若林さん、うん、出産祝いのお返し、うん、何がいいって言った時、なんかこうね、うん、動くものがいいと。うんうん、物じゃなくてなんかね、うんうん、で、こと、出来事。うんうん、の方がいいなんて言ってたから。あ、言ってた言ってた。うん、だからなんかこう体験する、例えばアスレチックのこう入場券とかね。なるほど、なるほど。うん、そういうのいいんじゃないなって言ったのよ、下組さんが。ちょっと中途半端だね、つって。あ、なんかその、面白い、うん、面白でなんかふざけてあげてんのか、うんうん、真面目にあげてんのかちょっとわかんないから。うん。ちょっと中途半端だね、いや、ちょっとね、さっきから思うけどね、うん、いい結婚したね、春日はね。俺もね、上げ足取りたいんだけどね、うん、クミの野郎のね、うん、言ってることがね、ことごとく正解。なんだやっぱ、うん、やっぱ、優秀な作家ついてないのね、春日は。プレイヤーだから、結局。作家さん、まあ確かにそうだな。ちょっと放送作家気質なところあるよ。ないよ、別に。うん。ドッカフェの店員さんなんだからさ。うん。うん、ね。だからやっぱり、ねえ、自信あるって言っただけのことあんのよ。うん、あるね。そう、ね、確かにそう、中途半端だなぁ、なんつって、うんうん、どうしようかっつって、うんうん、もうないぞ、若林さんの、うん、喜ぶものは、うんうん、なんていうふうに思ってたのよ、うん。で、私ふと思い出して、その昨年のね、傘のこととか思い出してさ、うんうんうん、やっぱりこの自分では買わないけれども、うん、もらったら、うん、まあ、使う、うん、ちょっといいもの、うんうん。うん、それなんじゃないかと。うんうんうん、ね、うん、言って、ああ、まあ、そうだね、プレゼント、その方がいいかもしれないって、その路線で、探し出したのよ。うん、そっから、うん。で、デパートいろいろ見ててさ、うんうん、何がいい、これがいい、なんつって、クミさんが。それこそ本当に入浴剤とかいいんじゃないなんつって。ああ、いいかもね。うん、言ったんだけど、うんうん、私、今度は私の方が、いや。うんうんうん、入浴剤はでもおそらく、うん、そう、IKKOさんにすごいもらってたりするから。IKKOさんは入浴剤くれるもんね。くれるじゃん。うん。で、若林さんが使う、もう奥さんが使ってるかもしれないけど、若林さんが使いみたいな、結構家に持て余したりすんじゃないつって。入浴剤だとね。うん、そこはわざわざまたあげるのも、増えちゃうじゃない、うん、使わなきゃ。入浴剤が良かったら。そうだな、さっきの話からするとね。お前は間違えるよな、お前って、昔からだけど。そんなこと言うなよ、このタイミングで。昔のことは持ち出せないですよ。それで、何買ったの？まあ、まだ、もうちょっとさ、うん。終わっちゃうからさ。そうだね。そろそろこれだろって言うと当たっちゃいそうでね、自粛してる。ありがたい。うん。助かる、助かる。俺の中ではかなり候補絞られてきてる。あ、そう。うん。おいで、じゃあ何がいいかなって言って、私が、ベルトとかどうなのかなって言って、私服でさ、うんうんうん、ベルトってあんま自分で買わないじゃない。うん、うん。で、いいベルト。まあ、人によると思うけどね。まあ、私は、じゃあ、私基準、私はって、お前みたいなやつ多いぞ、世の中に。自分のことを全体だと思ってる、想像力のないやつが多いから変な感じになってんだよ。気をつけろよ。自分がけが思ってるって言え。すいませんでした。まあ、自分ね、私は思うんだけど。うん、まあでも思う人多そうだけどね。うん、どっちなんだよ。難しいな難しい。ああ、難しい。ベルト、私も本当買ったことないから、うん、そのいいベルト一本持ってたらね、うん、こう、まあ、私服用にさ、うん、持ってたらいいんじゃないかな、なんつって言ったらいい。まあ、悪くない、クミさんが。悪くないけど、でも、最近若様、オーバーオールにハマってるからな、つって。うまい！うまい！うまいってなんだよ。確かにそうだな、つって。知ってんな、俺のこと。衣装で着て、私服で着てね。うん。オーバーオール、オーバーオールで帰るからな、なんて。ラジオだけ聞いてるファンじゃないね、クミは。うん。テレ
レビの方も見てるファンだね。それは見てるよ。はあ、うん。てか俺がオーバーオールを着てるって言ったら、動物ピースとヒルナンデスも見てるってことだよ。いや、そうよ、そうよ。まあね、動物ピースは衣装だけどさ。うん。番組決まった衣装だけどね。見てん、じゃあ結構俺がクミさんのこともさ、うん、なんか言ってんのも見てるってことかな、うん、ヒルナンデスで。言うじゃん、一番言うじゃん、ヒルナンデスで。見てる見てる見てる。スクール革命。うん。もうショックなんだろうな。だから怒ってない、うん、大丈夫。めちゃめちゃ笑ってるけどね。そりゃそうで面白いもん。うん、嬉しそうに笑ってるけどね。うん、複雑だよそれ見てて。お前の奥さんってあれだもんね、うん、自分の名前がメディアに出るの喜ぶタイプの奥さんだもんね。ダセーな。ダセー。ダサかないよ。ダサいじゃない。ダサかないよ、うん、それは当然だよ。名前出してもらったで喜ぶ、それはダサくはないよ、うん、それはかわいそう。ダサいなんて言うから、ダサいやつがダサいっつってダメやつ。、うん、それでどうしようかっつって言って、で、うん、もう本当にもう閉店間際というかね、うん、うん、いろんなもんとギリギリまで見て、うん、買ってきたんですよ。あ、それそう、やっと、やっと、やっと、うん。あ、それはじゃあ言わないで渡すってことだね、構成的には。あるんだもん、物が。うん。そんななんか、こう、大ぶりなものでもないけどね。うん。大きく振るものでもないけど。うん。うん。溜めて溜めて、こう、渡すものでもないんだけどね。でかいじゃない、袋が。うん。これが、これがもう一致して。あ、じゃあ俺の予想外れたわ。うん、あ、そう。うん。うん、なんだったの。俺はあの、うん、体験の方で言ってたから、はいはいはい、ヒルナンデスであの、うん、鶴野さんたちと、うんうんうん、あのまああのまあ鶴野さんっていうか、あのブルゾンとかも行ったけど、はいはいはい、ロケ行った千葉のキャンプ場の宿泊券だと思う、ね、あれも良かったかもね。これなんだろう、なんかすごいリボンがついて、うん、しっかりしたなんか箱に入って高級感あるよ、なんか。そうよ、これもプレゼント用になんつって言ってね、うん、セーブで買った。セーブデパートで買いましたよ。なんか服かな、なんだろう、うん、開けていい、ちょっと。え、もちろんもちろん、うん、これがいいってね、うん、ようやく一致した、意見が一致した、うん、こういう時なんかうん、ラジオってハッピーバースデーの曲とか流れてるけどね、うん、うん、ガサガサガサーっつって、ガサガサガサーっつって。なんだこれ。うん。ああ、これね。パジャマか。そうなのよ。パジャマか。うん。ああ。パジャマね。うんうん。なかなかまあ着て寝てるかどうかわからんけども。はい、はいはいはい。あったらほら。うん。うん。いいじゃない。で結構いいね。うん。あのパジャマもいろいろ考えてさ、生地がすごい手触り、うん、肌触りがいい。うん、それを選んだのよ。うん、シルクとかにしようかっつって、シルクはでもなんかちょっと面白に走っちゃってんな。はい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 、はい、うん、一番いいその、うん、なんかマイクロなんとか、じゃあマシュマロなんとかみたいな。はい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 。うん。いや本当にね、うん、最高のプレゼントだね。うん、なんかないか。なんかないかって。いや、実際、うん、なんか俺、もう困ってたのよ。何が？ハーフパンツ、バスケのハーフパンツで寝てて、うん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 、それがね、ゴムがね、強いの。なるへそ。で、俺ね、ゴムが強いのでね、うん、寝るのが嫌で、うん、でも、なんか、うん、長い、寝る用のがなくて、うん、そろそろスウェット買おうかな、なんか寒くなってきたじゃないですか、と思ってたから、ね、うん、このタイミングで、ちゃんと袖、丈もあって、うん、しかもゴムじゃない、紐で結ぶウエストで、最高のプレゼント。うんうん、俺本当面白に走って笑ったことないから、プレゼント。本当に嬉しい、これは。そうです。最高のプレゼントだよ。うん、なんかもう、うん、そうか、うん。なんか、きつめの一言を、うん。きつめの一言だって、このプレゼントでないでしょ。まあ、そうだな。うん。で、まあまあ、成功ってことでいいのんだろうな。大成功でしょ、今回のプレゼント選び。最高の夫婦だよ、お前たち。なんか、その、うん、ね、インスタグラムブロックするみたいな、うんうん、うん、罵倒してくんねえかな。いや、これは直接会って俺言いたいな。あ、まあまあいいのか。うん、クミさんの誕生日ってあれ元日だったよね。めでてえな。めでてえ女だな、おい。元日じゃないよ。2月だよ。
ーのオールナイトニッポン。プレゼンオードリーのオールナイトニッポン。続いてはこちらのコーナー、冷凍食品をレンジに入れてチンするまでの時間、我々が聞きたい質問をリトルトゥースに答えてもらうコーナーです。現在のテーマはグッドトゥースバッドトゥースでございます。こんなリトルトゥースは素晴らしいというグッドトゥースと、こんなリトルトゥースは嫌だというバッドトゥース、それぞれの特徴をセットで書いて送っていただきました。ラジオネーム人間の条件、バッドトゥース。炎の体育会 TV 公式ツイッターアカウントに春日さんが収録参加した回を早く放送してくださいとリプを送り迷惑がられる、うん、グッドトゥース。いつ放送になるかわからない体育会 TV スタイルを楽しむ寝かすからね、寝かすね。時期合わせてくるからさ。はいはい、はい、この夏かと思ったら何年か前の夏だったりするパターンあるからね。うん、一番ベストのタイミングでね、出してくれるってことですから。まあ、まあ、ありがたい。そうね、うん。ラジオネーム、木星。バッドトゥース。タイガさんをテレビで見つけると、周りの人たちに、オードリーの恩人なんだよ、という情報を教えてくる。うん、グッドトゥース。タイガさんをテレビで見つけると、テレビに向かってツイストを踊る。グッドなのかそれ。うん、黙って見てるのが一番グッドでしょ。ラジオネーム、まるで僕はエイリアン。バッドトゥース。佐藤しおりさんや高橋ひかるさんのような反応を期待して、女子に深夜ラジオの話を振る。うん、グッドトゥース。佐藤しおりさんや高橋ひかるさんが極めて特殊なケースであることを理解し、女子に深夜ラジオの話は振らない。振らない、まあ、特殊なケースではあるんだろうな。まあ、まあそうだろうね。なんかうん、しおりちゃんもひかるちゃんも言ってたんだけど、うん、学校で男子が男子同士で ふざけてるのを遠くから、うん、ニコニコ楽しそうだなと思って眺めてたって二人とも言ったのよ。なるへそ。驚愕ってそうなのかな。驚愕ってそうなの。そういう女子がいるんだね。わかる。想像もできないけどね。さ、しおりちゃんとひかるちゃんが20人いる40人クラスのうち20人しおりちゃんとひかるちゃんの学校に生まれ変わって中3で入りたいなと思うね。最高だね。うん、うん、そんな人がいっぱいいるのか。何人かは学年に1人か2人ぐらいですかね。おそらくそうなの。それは大体や本当に。なんか、なんかまたくだらねえことやってやがるぜみたいな、つまんない目して、うん、しょうもないっていう目をして横を通り過ぎるみたいなことなんじゃないの、大概が。うん、で、やっぱ大、うん、くだらないことやってるしね、事件に。確かに。男たちだけで。で、こっちがレアってことね。レア、レア、レア。ちゃんとヒカルちゃんのパターンが。いないこともあるんじゃない、学校によっちゃ、一人も。ああ、そう。いや、だから、中3になって、うん、その、しおりちゃんとひかるちゃんだらけのクラスに、春日と、中3になって、そこに入って、うん、ずーっとヒロシのコーナーやってたよね。最高だね。最後、何回生まれ変わったらそこ行けるかな。チラチラ見ながら、うん、ひかるちゃんとしおりちゃんの方を、チラチラ、横目でチラチラって見ながら、うん、ヒロシのコーナーをベランダで春日で。いいね。なんでいいねって、ラジオネームピロシキ。グッドトゥース。何も行われていない武道館にふと足を運び、オールナイトニッポン10周年ライブの余韻に浸る、うん、夜更かしの歌を聴きながらすぐ帰宅する、うん、バッドトゥース。別のアーティストが武道館でライブをしているのにもかかわらず余韻に浸り、正面ゲートに居座り、往来の邪魔になる。で、あそこのさ、あそこにスタジオあんじゃん、武道館の近くに、千鳥ヶ淵のあの、科学館の
ところ。はいはい、スタジオっていうか、なんか、劇場、千代田ビデオ、あるじゃない。スタジオね。あそこでたまに収録があると、はいはい、ついつい武道館見て、なんか俺も夜更かしの歌、クリーピーナッツで聞いてから、市原隼人さんの挨拶のこの拳を手のひらに当てるスタイルで、玉ねぎの方向に挨拶してから帰っちゃうんで、いつも。二度とやめてほしいなって自分に思うけど。本当だね。ラジオネーム、いい塩梅、バッドトゥース。他のラジオ番組でオープニングトークが長いと、オードリーみたいという、グッドトゥース。オープニングトークが長いのは、オードリーのラジオの売りではあるが、特権ではないことを理解している。いや、これはその通りだよね。いや、そうだね。ただ長くなっちゃってるだけであって、うん、本当は25分ぐらいで行くのがいいなっていつも、うん、後日、ラジコで聞くと思う。多分本当は25分で行くのがいいんだろうなって。あとね、うんうん、やっぱりね、うん、リスナーのメール読まないね。今更言うことじゃないけど。やっぱ他のラジオ読んでるよね。だからそれがラジオ。なるほど、そうだね、確かに。でも、ボタ持ちに変わったことだしさ、うん、ちょっとこう刺激じゃないけどさ、うん、そういうオープニングしていくっていう衣、なんか衣替えもあんのかな？ああ、リスナーと絡んでいくっていう、まあ。うん。やってみるのは別にいいんじゃないですか。クリピーナッツもそうだしさ、ストーンズもそうだしさ、やっぱみんな、やっぱリスナーとやりとりしてるもん、どう思う、うん、ああ、でも、そうね。やってもいいと思う。すっかり忘れてたわ、なんかそういう。それがラジオだって、ラジオっぽいってこと。確かにそうだね。妖僧論もすごい読んでるもんね。妖僧論？あ、佐久間さんもすごい、読んでるじゃない。リスナーのメール。いや、分かれ道でね。まあ、試しにというかね。毎回じゃなくてもいいかもしれないですけどね。たまには入れてもいいかもしれない。うん、とか、やっぱ気になるメールとかね。うん、これはちょっと、っていうメールがあれば。わかりました。いいんじゃないですか。さあ、ということで、この中から一番いい回答を春日さんが選びます。へい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 。はい。そうだね。これかな。女子に深夜ラジオの話は振らない。はい。まるで僕はエイリアン。おめでとうございます。9月のプレゼントは、具材たっぷり五目チャーハン、旨辛チキン、片手で食べられるお好み焼き、お弁当にグーたっぷり野菜のトマトオムレツ、以上の4種類入ってます。今週このコーナーに応募してくれた全員の中から抽選で2名様にも同じプレゼント商品差し上げます。こちらは商品の発送をもって発表に変えさせていただきます。テーマは次週も引き続きグッドトゥース、バッドトゥースです。メールアドレスは kw@allnightnippon.com 日例の冷凍食品をお送りするので、住所、本名、年齢、そして電話番号を忘れなく書いてください。オードリーのオールナイトニッポン。オードリーのオールナイトニッポン。日来プレゼンツオードリーのオールナイトニッポン。この番組は美味しい瞬間を届けたい日来。以上、各社の協賛で東京市大学有楽町の日本放送キュアステーションに全国36局なお送り。いや、今ね、とんでもないバッドトゥースに絡まれて、この後R の方でサウシードッグの子がやるんだけど、挨拶来てくれて、ね、今来ていただきました。なんか水ペットボトルを抱えてんのよ。で CD いただいて、いただきました。そう、頑張ってくださいって言ったら、ね、すいません、ぶかけしてもらえますかって言われて、してもらえますかってそれでなんか俺それでなんか何も放送されてないとこで若いバンドの子に水かけて
そんなんできないから、いや俺オープニングでかけてかけに行くわ、じゃあこんなんやだわ、 CM 中にただびしょびしょにすんのって。でも今考えたら自分たちのラジオやった方がいいじゃん、あの、まあ、そうサウシードッグがせっかくやるなら俺が入るより、ね、オープニングなんかね、ちょっと来て今ちょっとサウシードッグのここでかけるからさ、あ今呼び込んで、いやとんでもない、だからラジオ聞いてくれてるってことなの、本番直前だけど、だいらしたいらしたよ、ラジオは聞いてくれてるってことなの、ラジオですか、うん、俺たちのラジオ、うん、聞いてくれてないのに言ったってことなの、ちょっとだけ聞いてちょっとだけ聞いてるちょっとだけ聞いてるぐらいでさキャップかけしてもらおうなんて甘いよいやそうだよ、そうすか、ではっきり言うね、ちょっとだけ聞いてるって、うん、そこ聞いてるでよかった、ね、聞いてるでよかったよね、うん、まあでもね、うん、でもまあそうだろうな、その、うん、そのかけてくれなんて、うん、直接言ってくるやつはあんま聞いてないやつ、そうだね、バッドクールうん、いいっすか、こっちからそれいや私じゃなくてそれも私君にはまだかけられる、あそうそうバッドクーズだから、うん、なんで呼び込んだじゃん2回目の時な、うん、サウジドッグのラジオのね、出してたわ今、うん、無駄にかけられたじゃないか私がこんなエンディングで、うん、もう出てってくれ準備しなさい準備しなさい君たちは、ありがとうございます、とんでもないよ、聞いてくれよな、それでラジオな、うん、頑張りなさいよな、この後ありがとな、サンキューな、まったくしょうがねえやつらだな、やろう、分からんな若いもんは、本当に考えてることがあんま聞いてねえんだろそれでびっくりした、キャップかけしてくださいとか言われるから何もないところでするのもね、うんうん、基本的にだからなんかやっちゃったというかね、そうそうそう、うん、下手こいてキャップかけだから、うん、水をさ胸にさしっかり持ってすいませんキャップかけしてくださいとか困るわ、そういうもんじゃないよ、街でね言われたら鹿としてそのまま歩いてますよ、ね、いやそうだね、うん、まあまあまあ、ね、頑張っていただきたいですね、そうでございます、ね、うん、いやでもね、笠谷さん、あのプレゼントくれるのはいいんだけど、うん、なんか CM 入った途端、うん、なんか照れてすぐブースから出てくるのやめてもらえますか俺が伸ばしてたのに、あこれあれかガーゼなんだ生地、こういうのいいらしいよなとか言って独り言ね言ってたのにスーって照れてブースから出てったから、なんかあの辺がまだなんかダサいよね、おじさん芸人になりきれてないところで、これは課題だな、来年頑張らせて、来年ね、で久美さんのあのアカウントだけちょっと入手してきてよ、いやいや、やだよブロックするでしょ久美さんが楽しみなんだから、うん、それで若林さん情報が私に入ってきたりするからね、そういうことね、俺もちょっと探してみるわ、久美さんのアカウント、ミッフィーちゃん、この後また夢でお会いしましょう、アディオス。